こんにちは、滝川クリステルです。ニュースのお時間です。ただいま入りましたニュースによりますと、なんていうの嘘でーサンシャインのサザさん、びっくりしたでしょ。滝川クリステルかと思ったらサンシャインのノブキョでしたというね。いや俺が一番びっくりした。ね、出ました、来ました、来ましたね、はい、流行るね、流行る20回目ですよ、本当。今出しますか滝川クリステル。いや、っていうやつもある。今なんすか、あの人何してるんですか。いやもう今料理教室とか行ってるぐらいでしょ。行ってます。ニュース待ってます。今変わったでしょ。変わってます、変わってます。ねえ、変わってますけど、あ、はい、流れてますね、オープニング。あ、なるほど、記録に残る。さあ、あ、流れてます、これ。流れてますね。はい、はい、ありがとうございます。さあ、何回目ですか。もう20回目ですよ。20回目。もう寒くなりました。いや、本当ですね。出てくる。クリスマスやらないと聞いたらね。クリスマスムードでアップあれですけどもね。アップとかで。いや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 、いや、なんと前回、なんと最小人数の5人を叩き出しますから。5人ですか。ちょっと今日踏ん張り時ですよ。俺の家族が7人家族だから。でもでも、それは1や。これで今分かったと思います。俺が家族に見せてない。そしたら7を下回るとかね。家族は一切見てないですから、ね、僕も言ってないですから、ね、純粋なファン5人が確実におるわけ。純粋、しかもコアなね。コアな、純粋な、すごいっさらなファン5人。ぜひね、諦めないで。いや、本当諦めない、最後まで。いや、この間ね、はい、ランピン芸人のラン、はい、ラン、のぶきょうのピン芸人祭りの時に出たであろう、はいはい、あのラン君、勇者ラン君、はい、勇者ランですね。今あのどっか新宿のどっかで多分、はい、誕生日パーティーしてます。同期を呼んで、ね、してます、はい、同期にお祝いメッセージを強要させる。おい、言い方悪いやろそれ。いやいや、メールの僕ランのねあれがあって、はい、ランが知り合いが登竜門っていうプロレスの あれをチケットいっぱいあるからっつって、うん、来いよっつって誘われて、うん、俺とあのバビロンのノリリーダ ー、ね、はい、筋肉の、うん、と行ったんですけど、うんうんうん、いやすごいね、面白い、やっぱり面白い。俺初めて後楽園ホール行ったけど、うん、すごいよ。結構5000円ぐらいする席を見たんやけど、うん、なんやろな、女の人 もう興奮しおるというか、やっぱいや、まあ、格闘技好きな人は好き、あー言って、うん、やっぱ一番興奮しとったのはリーダーやけど。すごいな、あいつ筋肉の、わかりますかね、バビロンのね、リーダーリーダー、まあ、ごつい、あの人リーダー、リーダー、シャーワッハッもう、あの、何が応援なんすか。アニアとした人誰っけ、あの俳優で、あの、市原隼人のモノマネみたいな。リーダー、リーダー、ちょっとパンプアップしてるやん。めっちゃ切られるみたいになったよ。バー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 って、ガーチプロレスラーがあれ見てもうわ、いいや、はぁ、あ、やりてぇやりてぇ。いや、そんな蹴りたいみたいな、蹴りたいみたいな。いや、受ける側や、受ける側やりてぇつって、あれアドレナリンめっちゃ出てるぞ。で、じゃあ俺が後で蹴ってやるわ、お前そんなあれやったら。じゃあお前のそんな弱いキックはいらねえ。いやぁ、はぁ、いらんわ。あ、それそれそれです、リーダーの。もう筋肉大好きやから、もうね、チヤホヤされるな、あんな筋肉。そこら辺の女の知り合いの人だったけど、いや、すごいね、やっぱ、うわ、すごい鍛えてる。まあ、あれ、全然ですけどね。俺らはやっぱね、触られても、ああ、もう全然興味なし、女の人たち、まあ、ああ、もういいわ、お前は、みたいな。読書証券みたいな。俺もそこそこ運動してきた。いや、そうよ、12年間剣道してきた腕でもやっぱ全然ダメ。ああ、全然ですよ。やっぱね、マイクパフォーマンスの時ね、あるね、試合後あるね、すごいな、ほんと。もうやっぱ筋トレしかしてないみたいな。全然もう感情が先に行く。あれ、めっちゃめっちゃ口下手、みんな全然学びがすごいよね、あれの。どう締めたらいいんだ。リーダー笑いながらもう、俺と一緒だ。全然喋らない、俺と一緒だ。お前ダメやろ、それは。お前喋れる方で言っとけや。
いやでもああいう人たちはやっぱいいね、ポジティブシンク。いやそうよ、すごい垢抜けとる。その後打ち上げの時にそれ出てたレスラーの人も来てましたけど、うん、すごいね、まあ、でかい握手もしてもらいましたし、一緒に酒飲んだけど。え、マジ？はいはいはい、いや最高でしたよ、マジで。いいなそれ、はいはいはい、もう鍛えようかなと思って。もう年末に向けてね、もうそういう、はい、もうカード決まってます。そんな中ね、はい、今日呼んでます。今日呼んでますか、ゲスト。21位、綺麗な筋肉のつけ方、あらシャープなんですね。シャープです。いきましょう、ゲストこの方です、どうぞ。どうぞ。はい、サンシャインのサンサンさん、本日のゲスト、私笑う歌のドンカチさわきです、お願いします。どっこいとさわきです、お願いします。シャラ。シャラ。いやでもやっぱシャープすごい元気っすね、堂本剛さん。うんかわー。語尾堂本剛さん、語尾だけよ、語尾俺でいいの、語尾強い、語尾強いし、堂本ねえやん。いやもう初めて出るから。いや本当よ、全然何も、まあ、初めてから、ね、いやいやでも全然好きにやってもらっていいですよ。知らんな、オープニングのあんないつの間に作ったの、あのいやそれ企画で作ったよ。そうそうそう、あれはもうだいぶ前、半年前ぐらいに。いや本当結構前作ったの。結構初披露と西田初披露とフレミング宮本と一緒に作った。作ったな、オリジナルの、オリジナル、完全完全完全オリジナル。そう、いやーね、今日は応援歌、受験生の応援歌。応援歌なの、はい、ぜひセンター前に聞いてください。いや今日もね、もうたくさん出てるから僕ね。いやいや見てる、いやそうですよ、今日は目標100人だよ、100人で、ほんと100人行きましょうか。友達100人できるかなって言ってましたけどね。僕 NSC 時代から友達がね3人しかいないからね。誰ですか。あのメガネ2人千葉だと U ターン工房ブー、はい、あとね坂本良文。いや知らん、最後にやってはどうでもいいけど知りません、知りません。もう唯一長い3人でね。坂本良文、坂本良文初めて言ったわ俺、2組期待の初めて坂本良文っていう言葉、坂本良文8文字の組み合わせ。どうか、みんな知らないのかな。知らない、見てくれてる人も秋田。あ、ヘビーユーザーも知らないでしょ、坂本良文。あ、コンビ名は、あの、いや、ピン、あ、坂本良文知らん、聞いたこともますます知らん。本当にますますより一層知らん。2組、2組、知らん、知らん、知らんか。いまだやっぱ1年やっても知らん同期いますね。おるおる。いや、それはね、たくさん本当にね、なんかクラスバラバラで合体しても合体してもう選抜クラスがなんかクラスが分かれちゃうもんで、うん、結局合わほとんどの半分以上の人会ってない、確かに確かに、するまでに、うん、でしょ、会ってない、だからほとんどの人分かんなくて階段とかですれ違ってもお互い先輩だと思っちゃって、お互い、うん、ああもう全然ある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 、そんなしょっちゅうだもんね。あるある、ここはね、まあしょっちゅう会いますから、まあ、まあまあ、というかもう全然知ってます。まあそうそうそう、ですけど、ね、知らん人は多いな本当に。いや多いよ、びっくりした。この間ライブ見に来てくれた子が今ライブ見終わってきたんですけど、おお誰が出とったんっつって、え、それ話しかけられてたって。そうそうそう、で、あ、それが同期のなんとかさんですって言われて、ああ、ようないそういうの、16期のなんとかさんのライブ見てきたんですよって。ああ、好きな大好きな人で、そうそう、で知らんって言えんや、うんうんうん、その大好きな同期の人を目の前で、いや、それは言えないよ、それは言えないよ。その時どうする、その時、あ、じゃあちょっとやってもらっていい、はい、長くなりそうです。お前もやってもらっていい。あ、笑う歌さん、面白かったです、今日ライブ。あ、おはようございます。あ、いつもすみません、なんか、私、さっきあの別のライブ見に来て、また別のライブ好きっすね、お笑い好きっすね。いや、誰見に行ったんですか。いや、同期ですよ、同期、同期、同期の誰です、ペンチャックハムニーだって。うん、知らないのですか。あ、めじゃね、優しかった。あ、そうなんです。正解。いや、知らない。いや、お前。俺今全く初めて見たこと。正解やと思う。正解やと思う。でしょ。うん、でも最初は顔に出ちゃうと思う。最初。いや出るよね。本人言われた時に回ってできちゃうじゃん絶対。おおじゃないけど。いや、はい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 って言えばいい。はい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 。待ってましたかね、トリオ、それ、はい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 、そんな待ってないやろ、あれね。それはあるわね。なるほど、あるまあまあ、そういうの改善して何しに来たんやお前は今日。あ、俺、あ、今日はね、あの、みんなでコンディングシーアンの朝まで過ごし方っていうのね。はい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 は
ソウルのソンデムシアンの朝までの過ごし方。ソウルの何？僕韓国大好きだから、でしょ？知ってるでしょ？それは知ってますよ。でしょ？ソンデムシアンっていう有名なソウルの朝までやってるあの市場があるというわけで、本日の曲は沢木誠の韓国講座。おかしいおかしいおかしいぞ。あ、映ってました。ワッフル共和国の平田です。ちょっとおかしいでしょうよ。ベジタリアン。でもベジタリアンみたいな。体格から見て。そして判断するな。なで方。いやいいよ。体格の。いや若干怒りが。体の特徴ばっか言わんでいいよそんな。え？え何今？綺麗。いやどういける。後でゆっくり話しようそれは。じゃあいいよ。何何何何いいですよ。何何ちょっと韓国語、韓国とかの前にあなたたちあんまり知らないことあるでしょ。いやさっきから聞いてたらね、16期の誰々知らないとか、はい、そんなん言うとるけど知らん人おるでしょ。もっとよく野田総理、誰あ野田総理のことは全然分からない。いや違う、同期で、最近の同期で高熱問題がいろいろあるからね。違う、政治のそんな硬い話じゃない。もっと柔らかいやつ。うちの相方、ワッフル共和国の中山。いや、はい、いや、まあ、もう、まあ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 、知ってるよ。え、見たの？あ、あれ撮った？絶対見たの？違うやん、知らされてやろ。じゃあ、じゃあ、ちょっとどんなやつか一回すり合わせしよう。ゴンゴン。ちょっと、ここ、うちのここ。札幌の？はい、どうもー！さんさんさん、さんさんさん、さんさんさん。よっしゃー、どうもただ単に番組名にルポケて滑るってやつルパみたいな。何そのここの席あげて、ここの席あげて。何よ。いや、なんかじゃあ皆さん冷静に考えて、彼の過去のこととか知ってますか？学芸会会議この格好は何だよ。ちょっとワープル広告のどこの幼稚園の人。王様、王様よ。王様です。どこの店でコーディネートしてくれ。いや、ただこれコンプレックス隠してるだけやろ。そんなのコンプレックスでも関係ないし、この人も全然関係ない。ちょっと受け取るやないか。いや、言うてもこうやってさ、ガン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 来るけど、彼の幼少期のこととか全く知らないでしょ。気になってたところじゃないの、ちょうど。ね、知らないでしょ。まあまあ苦労はしたやろなって思うけど、全然しないから。お察しします。お察しします。みんなお察しするよ。みんなそんな感じだけど、全然全然よ。多分みんなよりも、なんで、なんで若干半笑いなお前。思い出してる。今思い出してる。だってもういろんなエピソードがもう今でも吹き出してる。今に出てきそう。何万のか。今で来とんねやから、もうこっちまで聞いた。みんなやっぱね、そうなんだよ。そういうね、一般的な見方をするのね。変な見方をするけど、全然よ。そうだから今日はそうじゃないというところを。なるほどね。確認する。そういう偏見をちょっと取り除こうっていう。そうそう。もう全然取ってる。なんで今日はもね。全部さらけ出せる。全然いけるよ。全然取ってる、大丈夫。うわ。ね、なんで今日の企画はね、韓国語じゃなくって、ちょっとサングラスもらっていいですか。すごいわ。直視が。大丈夫。大丈夫。太陽、太陽日で。雪山ぐらいすごいよ、もう。直接見ても大丈夫だよ。うちなんだし。ずっとこの距離で漫才してきたけど、平気やから。絶対だ。説得力あるでしょ。大丈夫。そのメガネがいいんじゃないですか。社交版的な感じに。そのサングラス欲しいみたいな感覚でつけとるんじゃないから、これは。本当に花がないからつけとるだけやから、これは。よっしゃ。はい。大丈夫です。はい、今日の企画はですね、今日の企画、はい、ワッフル共和国中山の仰天人生論です。はい、わら、いいですね。はげる今国王と新国王、ヤンマ同盟国ですね。外交力がすごい。エネルギッシャーだよ、ヤンマ。ということでね、皆さんにはね、うちの中山のことをもっとよく知ってもらいたいのね、クイズをこれからいくつか出してくんで。まあ確かに知らんもんな。そうだね。そうでしょ。 NSC でしか出会ってないから。まあそうなんですけど、ある程度紆余曲折を経た後しか知らん。そうね、本当もう見た目のイメージしか分かんないぞ。出会うまで何があったのかをちょっとね、皆さんにもね、知ってもらいたいと思って、ちょっとすごいね、用意してたね、こっちも。なんですか。ちょっと、開けてもらっていいですか、スペースの問題で。え、はいはい、すいません、ちょっと国王に申し訳ない。勘弁してくれやな。ちょっと、なんで俺の勝たなくちゃいけないんだよ。すぐ終わり、すぐ終わり。髪の毛は全部寝とるね。立ちスタートやったけど。こちらですね。おーおーおー、なになになに、ありました。今までの333にこんなことが。いや、なんでですか。ありましたね。こんなに今日はでも、これに沿って勝
ショートでいろいろありますけども隠しとるな、いろいろすごいな、いろいろとね、やっていこうと思いますんで、はいはいはい、これは俺のそうですね、これはもう奇跡、うちの奇跡の奇跡、分かるわ、何回も分かる、映ってますかね、これじゃん映ってますか、どうですか、よくある年表的な、そうよくある人生のね、この感じを表して高校卒業した時、何がいや、何があったの、これを時折自殺くらい本当ちょっと旧国家やな、一体何やってこんな落ちて、何やってそんな上がっているのかっていうのが、まだまだこっからすごい、あ、なるほどね、クイズがあるね、ところどころ、そうなんです、なるほどね、なんで皆さんにこのクイズをもとにもっとうちの、え、ちなみにやけど、これ俺らクイズ何、7? 7が終わった時点で俺らはどうなるの、それ最低どうなる、どうなってるんですか、それ僕たち、まず気持ち的に、気持ち的にはまず幸せにはなるあ、本当ですか、あ、本当ですか、で今いろいろ頼ってるものとかいろいろ頼ってる、あ、私生活でこれに依存してるとか、これに依存、依存して、酒とか、あ、いらない、いらない、いらない、もう大丈夫、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 自分 の精神的支柱になるもの、バックボーンがちゃんと生まれるか、今日バックボーンが生まれるから、バックボーンが、まあ、今日はこれをね、元にやっていきます、なるほど、逃げんでいいんや、先に、そう、うわ、真っ向勝負できるわけね、いろんな、全然大丈夫、まあちょっとね、いろいろいきますから、こうやってどん、じゃあクイズにじゃあ答えていけばいい、あ、そうなんです、ちょっとね、まあ、そちらに、クイズ1枚ずつ、一応、ホワイトボードにね、あ、これにね、はあ、皆さんもよかったら考えながら見てくださいということでね、じゃあ早速ちょっとね順番に見ていきましょうか、はい、まずは、誕生から小学校時代、まずね、まあ、これが基盤となってくるもんだ、ね、これが基盤だ、はいはい、最初ですからね、これがね、まあまあまあ言うとりますけどもね、はい、まあ、例えばさ、俺クイズ前に分かるのは、うん、やっぱ難産やったろうなと思って、違う違う、かなりのね、いやもう全然かなりの難産よこれ、いやでも一応聞いた話によると、なんか生まれてくるときにへその緒が首に絡まったらしい、首に絡まったらだから一応やっぱ神様は出すなって出る前に死ぬげる、待ったがあったわけ、待ったがあった神からのでもそれを上回ったってことだよ、そうそうそう、神を凌駕した、待ったんだもんね、そう、勝ったよ、凌駕した存在、カニ殺しの男ですから、怖いよ、お前怖い、やばいな、カモも一応精神的支柱のような感じする、そう、見えてきたでしょ、いや強かったよ、それで俺が基盤になっていくから、お前いやでもね、そう、俺を知ってできるね、そう、終わったと楽しみも、そう、一応そちらの方でも紹介してある通り、埼玉県行田市ですね、中山家の三男として、そうそうそう、三男、ちょうど次男もハゲてるんですか、やっぱそうだ、そういう意味ハゲてる、え、彼らちょっとおかしなこと言います、いやね、え、ここ、それは詰め噛むわ、知らないですけど、暇を潰そう、まあまあまあ、世間ってやっぱハゲてる、じゃあハゲてるのかな、わからない、なるんですかね、でも別に兄貴がハゲてるとか、そういうのは別に全然ない、うちの3人ともいる、3人兄弟なんだけど、僕の3人兄弟で、長男時代は全然もう普通よ、普通いや、俺と同じ普通、俺と同じで、そういう意味で、そういう意味でね、みんな同じで普通、そう、男の子の三男坊で生まれて、まあ別に、まあ、家はごくごく普通の一般中流家で、ああ、ちょっと食い手だぞ、中流でもね、なんだよ、普通の一般中流家庭、一応ね、当時のお写真なんかもね、ございますので、マジか、マジか、生まれたばっかり、まあまあ、そうですね、あの生まれたばかりの時の写真がこちらですね、かわいいな、わあ、まあまあ、ね、あ、かわいらしい、かわいらしい、かわいい、かわいい、かわいらしいね、かわいい、かわいい、苦しいよ、かわいい、苦しいよ、苦しいよ、だって見たらこうやってちょっと抱かしてくださいってなるでしょ、普通にやるやる、普通の赤ちゃんです、普通の赤ちゃん、そのままもう本当、もうこのからね、あのマイクは持ったら離さないようなところもちょっと出てますけど、うわ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 、やっぱね、下からも口に入れるんだね、そうですね、持つところの下から入れるんですね、もうボケ取るわけだよ、喫水な部分があったんだよ、やっぱり元からね、やっぱお笑いのセンスを持って生まれてきたというか、お笑いするために生まれてきたというかね、喫水な部分っていうえ、そしてね、そんなうちのね、中山国王が小学校に入学した時ですか、これは、これは小学校の時、あ、これ小学校の時ですね
順番的に5人これちょっと順番の僕が切れるからちょっとじゃあちょっとねみんなさ中央って言いたいからさちょっとねすみませんちゃんと独裁者だななんで俺らが気使わないちょっと中央って行かない大丈夫でこれがまずざわ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 してるちょっとこちらでしばらくいや本当成功ご簡単本当に成功お待たせにしましたご簡単めちゃくちゃ可愛い本当にここは僕じゃ国王の成長度だか分かんないんですどういう過程で成長していたか分かんない一気になんかこういう映像ありますもんねで次がやっぱちょっといけない映像出たでそうですねでこんなねこの中ばかり可愛かった国王がいいですよ幼稚園って言うんですかこれね保育園一緒一緒もええあれちょっとちょっとちょっと名残ちょっともう名残ってもう可愛いでしょマーシー出てくるやん昨日でしょもうこれちょっとこの目線の隠し方で怖いですね偉い写真とかじゃない友達誰一人許可くれなかったんで全員許可くれんやったよ友達偉いもんねじゃあこの時何なんかモテエピソードみたいなあこの時はどうですか初恋とかあこの時にはそうそうそうちょうどこの頃初恋した気がちと気がちと初恋して初恋してってさ俺好きなんだよねって言ったらあそうなんだって一日置いた後に私もって言われたああ一日熟読してっていろいろ熟考してだけどやっぱちょっと気になったんだよハゲがそうもうすでに私にこれ負担できるかっていうのでオッケー出たってことよだってもう帽子かぶっとるしないやもう隠してるやめろよそれはそういう意味じゃねえからみんながかぶってるかぶってるああそうかそうかそうかみんなに合わせる心そうそうこの子かわいくない羽鳥さんね羽鳥さんってどこで羽鳥さん羽鳥さんもかわいかったでも許可くれんやったやろ羽鳥さんでもやっぱこの時から本当にもうみんなと仲良かったねそのみんなが思ってるように区別とか忘れてなかったまあまだ変なやつじゃんもうなんか差別じゃなくて区別するところかねとりあえず選んどるやろ全然もう種として分けられてるでもこの頃本当みんなで和気あいあいと本当になるほどまあまあ普通にね楽しみまだよそうだよね保育園なんでまあそんなもんないですようんこんなちっちゃいみんなワイワイワイみんなワイワイ楽しいよそして次はこれプライベートショットですそうそうそうサービスショットと言っても過言ではないようなお写真になるんですけどこちらですね何これ一番あの見てるとちゃんと大事な部分は隠れてますんでいやでもさお母さんかなこれユニセフとかの広告違う違うやめてくださいユニセフのチキンのね DR キャラ白黒で子供なのにおちんちんも内輪で隠すサイズですから夏でも風呂上がりめっちゃ愛されてる感出てるでしょ出てるこれやっぱねこの写真撮るのは相当ですねやっぱねこの写真いろいろこう集めてるっていくにつれやっぱ俺相当愛されてたんだろうなってすごい飾りはもう本当に飾ってた愛だいやしかもやっぱ長男次男とかの写真とかも出てきたんだけどそれ以上に尋常じゃないほど俺の量が多いすごいんだよ記録せなきゃいいよ写真残るもんないもう残したことだよねないママがそういう人に可愛がってくれてるって意味あとで科学賞に持っていきますし膨大な量の記録そっちじゃないからそういう論文をあ本当ですね一応ここまでが幼少時代かな可愛らしいですここからですねこの時からこの後から小学校に入学をされるんですけどもちょっとそちらめくりたいんですよあ、ちょっと待ってこれあ、待ってやってやってやっていいのね。おお、みんなとね仲良くやってるんですいや肩組んで足速そうやでなんかあ足速かった俺いつも一番左のこの顔が一切見えず暗すぎて見えてないですけど結局許可は得てないんですよ許可は得てないですわあギリギリ得てないんですよ帽子の影で帽子ブロッケンジュニアと同じですねこれ
一応でも長距離とかめちゃくちゃ速かったやっぱり。あっそうだ、長距離速かった。短距離じゃなくて長距離、長距離速かった。長距離やっぱなんかいろいろ受けたことをなんか跳ね返す我慢っていうか忍耐力が、そういうことじゃないから違うね、反映されてるというか、ね、孤独の戦いやから、この頃の持久力とか根性やろ。根性でいけるやん。でもほらでもよく見てみ、やっぱさもう和気あいあいとしてるじゃん本当に。まあ、本当に愛されてたよ。長距離どうやって走ったの？4歩。いや4歩じゃ審判士じゃないからさ、ちゃんと2足で走ってたよ。腕振ってね、ちゃんと腕速かったの。でも本当に速かった、いつも持久走大会とか10位以内に入るじゃん、うん、はい、のうちのいつも3位とか、うん、2位とか、あ1位にはなってないんですね。1位にはやっぱ速い梅津君が速かったと思って。梅津さんは予想カリスマやろ。カズオなんそれは。梅津カズオさんじゃなくて、でも本当に速かった、ね、こうやって走るったの。渋足じゃないから。でも本当にでもあとモテよったってこと、女の子。まあまあ運動できたら、まあみんな小学校の時とかそうや、運動できたらモテよった、ね、そうだね。まあ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 普通の人はそうだよね。まあ、やっぱその足の速かったみたいなところ、ちょっと歩く姿勢にも出てますね。こちらの写真になるんですけど、やっぱ歩く姿勢すごい綺麗な姿勢さんの姿勢すごい姿勢が綺麗なんですよ。いやだってなんかもう日差しから守ろうとしてしっかり日差しからそういう方じゃないからどのシーンだろう、帰宅なのかな。これ多分帰宅だと思う。帰宅多分親が待ってて、まっちゃん帰ってきたってなって、多分写真撮ってくれたと思う。いやなんでこんなやつがそんなカリスマになる、小学校ね全然なりそうもないぐらい。なんでだろうね、やっぱね。腹立つな。さあ一旦置くなお前、能動的な気持ちじゃないな。ムカつくやつ一旦置くもんだ。カリスマは出てますね、写真の端々も。これも多分七五三のお写真だと思うんですけど、七五三やっぱりちょっと様になってますね。ハイウエストすぎやろ。七五三エビさんぐらい、こんなハイウエスト。いや可愛いね。可愛いよ。いやまだ可愛い。まだ可愛い。まだ可愛い。可愛い。寝顔なんかもやった。どうやった。待った。あったでしょ。1ラウンドで消えたでしょ。現れてる意味が分かんない。あったでしょ、目が。鼻正しいよ。これはな。鼻がなどうなっとんの。伊藤編三角形みたいな。パーティー帽みたいな。鬼の角みたいな。でも鼻は確かに親父。なんちゃう鼻でも違くない今と。あ違う。ちょっと今の方がでかいよ。でかい。だいぶ。そう。重力に逆らえんくなっとるやん。これ一つ歯やね。ネズミ男でしか見たくない。一つ歯。一つ歯。いや違う。たまたま問題です。ほら。入れ替わってる時期だったから。いやどうこうも先端ライン極めますし。一つ歯。一つ歯。普通日本ならまだね、センターライン一つ歯やん。なんだこれ。確かにすごいな。確かにど真ん中撮ってるな。すごい。すごいですね。いやいいですよ。でも本当に愛されてた。はい。一応最後のこちらちょっとぼやけてるんですけど、やっぱりちょっとねフォルマも見えてますね。ああ。これはいつこれ？これも。これも小学校これ多分5年生で、埼玉県って別に雪とか降んない地域なんだけど、あフランまあまあ急に降ってきてもう遊んでるところ。一昨日の写真見たの。そんなにいざまちしたお前。もう完成されとったよすでに。でも可愛いやん。可愛いわ。髪の毛がこっちの方が多いよ。多いよ。なんで生まれたての方がイメージ的ですね。あるよ。そう今の途中からよ本当に。あついたんだ。でもこの頃から全然床屋とか行ってたし。そうなんですよね、床屋さんの床屋でね。なんて言って切ってもらえた。それ気になる。なんて言って床屋さんに来て。お前なんて言ってた。俺は正直あのねスポーツ狩りみたいなね、なんかもう俗に言う刈り上げてちょ俺ぼっちゃん狩りって言ってた。ぼっちゃん狩りしてくださいって言ってた。でも本当にいや、笑ったらいかんねんのかもしれない。まあそんなカリスマの小学生時代を追ってきたね。おっちゃんがみって、おっちゃんがみって。え、でもほんとおかっぱの写真とかもいっぱい、俺これこの企画してもらうために80枚近く多分作家さんに送ったんだけど。
一番流行った時期の写真みたいな。いやー、そうですね。もあったの、全然坊ちゃん時代も。めっちゃ嬉しそう。あれより多いのも全然ある。あるんだ。おかっぱ写真。いや、全然ある。いや写真もらった作家さんがないないっていう。めっちゃ一人で。すぐ伝わる、わかるけどそういう嘘。全然めちゃくちゃあったから。かなり送り込んだ。資格を資格を出すよ全部自分でしょ。そんなねカリスマ時代を送ってきた中山さんなんですけども、この頃ですね、中山さんカリスマのね、自分のカリスマの地位を使って、うん、友達にあるものを作らせていました。それは一体何でしょうか。あるものあるもの作らせていました。同級生に。そうどうぞお考えください。それは小学校何年生の時。これは小学校6年生。わ、結構な、じゃあ行動力ある。全然もう体が出来上がってる頃全然、じゃあ全然体が出来上がってる。作らせていた、ね、作らせていた、シンキングダイブね。考えていいよ。考えてやるね、ちょっと暇だからさ。はい、お前なんかしてやってや。じゃあ、すいません、ちょっと行こうね。ちょっと一回なんかやって。僕はあんま目立たないで、特技の方ちょっと行こう。え、なんすか。たまには闇だと思う。あの、僕中学校時代に吹奏楽部にいまして。あ、それやる。もうブルーと。あ、すみません、なんかね、シンキングタイムの音まで用意してもらったのにね。はい、いいですよ。大丈夫ですか、映ってますか、これ。わ、フルート吹く男初めて見たわ僕、本当にフルートを教えに来てくれた先生に、あなた、本当にフルートを向いてる体格をしてるからって。5万で買ったんだよ。頼むや、向き不向きが。5万で買ったんだよ。5万。唇ならまだしも、肺確定。いきます。ごめんも尺八。ちょっと私の音や。久しぶりなの。練習しとけや、お前。えなりくんが毎月やっとったのかな。あーね。え、なんか曲弾けないの。ちょっと待って、今ちょっと音の調子見てよ。どういうこと。見とけや、事前に。全然考えれちゃう、心配。まず正解が分かんねえわ。音なんないの。音なんないの。シンキングタイム。あれ、昨日一生懸命練習したって話は。いや、一応これに備えて音なるようにって一生懸命練習したんですけど、隣の部屋からドンドンって聞こえてきてすぐやめちゃったんで。あ、やめちゃったの、以上で。ちょっと次まで調整してくんで次のシンキングタイムまで確実に調整をしてくんで。残念だ。でもやってたんだ。はい、一応中学校まで。小学校だけ。あの、でもやってます。小学校6年生がやることだから別に普通に思いつくことだと思う。え、もう全然入ったら答えていいですか。全然。あ、もうどうぞ。全然普通に分かること。はい。あ、じゃあどうぞ。のぶきよ。これあの押したらその中山の顔になる中山スタンプ。ザケンだよ。今ハンドじゃねえから。中山スタンプ。ざけんなよ。そんな、まあ、その頭ボケすぎだろ。一緒あれちょっと一緒。そんな唇でかくねえし。一緒角丸先生が入ってるトンチンカモブキャラやん。今にも観客席が飛んだやつ。中山スタンプじゃない。角丸。そんな違う不正解です。俺が押したら今度はハゲスタンプになる。ハゲてねえから。あ、すいません、ハゲてない。今吸いてる状態だよ。吸いてたんだったら。やぼったいけん。あれ、じゃあ小学校6年生の延長線上位って言われてたの。長すぎやろ、延長線。やっぱそうだよ、ね、ここかっけえわ、言葉が。延長線上位ってリリックがすごいね。キレキレよ。共鳴してくれよ。あ、もう共鳴してくれよ。共になるね、共鳴。今日はキレキレやねん。キレやな、すごい。もう出るわ、ほんと。じゃあ、はい、はい。あ、どうじゃあ、魚。はい。なんか、うん、なんかあったときに連絡網みたいな。あ、あったね、あったね。あの連絡のやつでこんな。俺が全部おごるからみたいな。これいじめられてるやつじゃん。俺が全部指示するみたいな、先生。まあでも実際そうでは。手間がひどいな。部屋カリスマですから、ね。連絡先でさえはこれはなかったけど、俺が指示したら何でも動いてくれた。あ、マジで。うわ、カリスマですか。カリスマ。このカリスマ性を生かして何を作らせたかって話です。あ、なるほど。作らせたか。そうです。簡単。ベタだな。ベタになっちゃうけど。いいけど。そう。じゃあ騒ぎ。作らせたでしょ。作らせたの。理想の人工毛。なるほど。見てねえから。すごい、ね、ヘアコンタクト。そう。
分かってない。クオリティ高くないこれ、クオリティ。完全にハゲたらアルシンドみたいになって。すごいよ。レッドブルーのなんか CM のやつ。レッドブルみたいな。本当だ。ちょっと待って、レッドブル飲んでる。レッドブル飲んでる。パワーが強すぎて成長し終わってる。小田さんお授けです。小田さんお授け。プラトミになってるよ俺は。小田さんの引退。小田さんお授けだし。小田さんお授けだし。何お前の笑ってんの。今分かる。あ、すみません、バカにしてんの分かる。いや、してないです。いいですか、ない。はい、じゃあ、サラダ、どうぞ。給食で、やっぱみんなちっちゃい子ってあのグリーンピース嫌いだから、はいはいはい、あのちゃんと中山国王が食べれるように中山用の箱にグリーンピースをめちゃめちゃ詰める。完全にいじめられてるから。いや、だから好きそうやもん、グリーンピース。好きそう。グリーンピースは好きそうや。グリーンピースは好きじゃない。イチゴとか好き。あ、違う。かわいいものが好き。地獄か。アイドル顔負けですね。出せてないですか。出せたわ。正解は、出せたもの。いっちゃっていいですか。もう正解いく。答えは、ベストアルバムですね。よっしゃ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 。クラスメイトにベストアルバムを作らせたんです。どういうこと？ベストアルバム？それか？歌？写真？みんなのギターにくちゃん。歌？ミュージカル？ミュージカル？はぁ？カウントダウン TV とか見てたじゃん。うん、で、その時一応音楽とかいろいろ入っててけど、それだけじゃ足んなくて、もう新しいお前の考え方が欲しいってなって、その MD を友達に作らせる。お前のマイベストを作ってこいって言って、作らせてくる。お前3番目に10個入ってる。お前めっちゃいいやつ。王様や。うわ、お前のセンス見たんだよ。お前なかなか分かってんじゃん。それ言われた方はどんな表情するの。それ あ, ありがとう。カリスマですか。カリスマやからカリスマだな。お前これ3個先のやつやん。お前今度俺んちゃんそれ来いよ。うわうわ、ベストアルバムケーキを買って。やっぱ小学校だとさ、小学校だったら遊ぶ家とかさ、いろいろ限られてくるじゃん。でやっぱみんな俺んちほら、他どこで言ってもさ、普通の家ではなんか中流家庭だけど、グランドピアノがあったもん。いや、それ10年じゃないですよ。何百万ですよ、グランドピアノ。グランドピアノの下で遊ぶっていうのがもう下うちのあの3つ踏むやつのところ。そうそう、あそこの下でこう遊ぶっていうのも一番カテゴリーだったけど。どういうこと？一番カテゴリーって遊ぶ場所だったね、そこが。どう遊ぶったの、そんなグランドピアノの下で。テニスカミ、テニスカミ、何ちゃんとまでぶつけてねえから。のテンションらしいけど、うまくしゃべってないですか。普通よ。だからミニ四駆のコースをみんなで作って、こうやってグランドピアノの下をこうやって走らせるみたいな。あーあー、なるほどなるほど。ミニ四駆コースも持っとった家に。全然終わったんだ。そりゃ人気者だよ。ああ、すげえから。え、そういう意味じゃねえから。元々のカリスマ性があっての人気者だから。そうでね、そのカリスマ性を持ったまま次は、中学校時代ですね。カリスマ中学校時代。よっしゃー。なんか中学もカリスマ、まだカリスマです。まだ30分くらい経ったけど、まだ腑に落ちてないけど。いや、全然わからない。これからどんどん納得していくんやから。わからなくもない。こっからベストアルバムの気持ち、わからなくもないから。あざっす。でも、完全よ。結局わかってるから結局ね。とりあえずこちらがね、あの当時の中学校、中学校なんですね。学生証をちょっとでも、ちょっと待って、流行った情報が入ってるんで。やっぱまだね、髪の毛は入ってる。坊ちゃんからできてたんだって。いやいや、巨頭顔やな。クロスケージみたいな巨頭顔。皆さんお気づきですか、身分証明書と書いてあるんですね。この写真でちゃんと身分が証明できるんですね。すごいね。素晴らしい。いやいや、職質受けたら、いやいや、書まで恋になるやろ。これでちゃんとゲアの壁作ってたから。中学生作るけど。中学生ゲオの壁作りがちだけど。ゲオ。ここもゲオか。作りたがるけど。ゲオのカードと、ね。やはりね、このカリスマですから、ちゃんとね、運動会なんかもね、
それがこれやべえ写真お前世代が違うでしょこれ普通でしょこれ二回り離れた人が入ってるこれは中学校のアルバムからこれ今50、60の人たちの違うよこれこれこれマスターリーグ本当にそうじゃんどんだけ拒絶されてないかってこうみんな足結ばれてるとこでも分かると思うんですけどもうみんな抵抗ないんですよ、こういうこと。後ろの人も普通にもうがっしり持ってるもんね。ギャラ顔してるでしょ。めちゃめちゃこのちょっとでも苦そうな顔してる。ちょっと苦そうな顔ないで苦い顔しとくんでしょ。このほら、俺は練習中とかも、こういうの、これやったことある、このムカデキで。まあまあ、なるほど。これ、怪我する確率が高い。あるある、針がずれたら。俺をやっぱ怪我させないようにじゃないけど、前の人は怪我してるね。ああ、ほんとや。わかる。守ってくれてるな、これ。カリスマリスト、スキル感半端ない。違う違う、マジでマジでマジで。いや、普通にやったらバーンってなっちゃうけど、俺を抑え気味に倒れてくれるから、前の人がこうなっちゃう。怪我させないように。そう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 。これ以上、あいつを傷つけたくない。マジ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 。王様じゃん。王様や。王様や。王様じゃん。ちょっと、これほんと。ちょっとなんか。でも本人がこれほんとって言うから。そうですね、中学校から部活動も始まりました部活部活あ、部活何部に行ったか知ってますか皆さんこれは部活の言うたら足は速かったりとかスポーツは万能ですからスポーツは本当によかった黒板消し部とかやない違うから、そう完全にジムラリックじゃん違う違う違う多分そうやね皆さんものすごくベタな野球部にいたんですねあー野球部いやいやいや全然して野球部ですもんどうぞ皆さんねえ、足速くて野球部やろそうですもうモテる要素しかないよ。そうですね。すごい。これも全然よ。バットのあれもそれだけ違うじゃん。本当や。斜めが。そうだよ。中島さん。ああ、かっこいい。釘バットに見える。カリスマだけに許されたのしかなんです。まあでも確かに結構。でもちょっと投資な気持ち。グラウンドから触れ。投資な気持ち。これね。多分ね。地面の山に。あ、これだから。多分ね。影取るな。なき者だもんね。投資なき者だもん。投資はある。グラウンドから。どうだこれ頭皮だからやばいすいませんいい加減しろ中盤で切れさせるの笑って切れると怖いやべえいやマジで余裕あるよ切れると怖いな俺もこの時マジで結構本当にやんちゃしてたから本当その時の俺で言ったらマジでお前やばかったその時のやんちゃの照明がねこちらやんちゃやるちゃやな学校帰りこれで通学これ誰のマイクこれノーヘルやし無人これ誰のこれうちの兄ちゃんはぁこれ後ろのやつは誰ですか友達よ地方の梅津君これ梅津君梅津君体操服のジャージ率高いな赤を着とうしとるなジャージも赤だったし学校が 赤を基調とそうだね赤が多かった今日も赤だし、うん、あれそんなやっぱ赤色が好きなんですかここ赤は嫌いじゃないね本当ですか本当にこの頃本当に今日も赤だしな、はい、俺やっぱすぐ他の中学校のやつらとかにもすぐ目つけられてたもんやんちゃすぎて早っ早っすぐ目につくとかじゃそういうのじゃなくて目につけられるんだやっぱあ目が何で笑ってんの違うよ本当に目が行くとかの話じゃなくて目が行くとか全然なんでなんすかそれいやでも本当に結構やんちゃはしてたんだよやんちゃいや当時からどれくらいのやんちゃぶりかを言える感じ万引きとかだから俺あることをして他の中学校の1個上の先輩に30人にかなわれてることあるから30対3でいや3であることをしてそれはちょっと本当にもう言えないですよそれやんちゃあることしてそれは何それ中学校で30人のやつかなわれたことあるいやでも本当に、うん、これは本当に言えないけどかなわれたでもやっぱその時もやっぱあっちの人の一番怖い人何々さんっていう先輩がいたんだけどいい大学というかちょっとやっぱ半笑いだった俺今思うとやっぱどっかで笑ってやっぱどっかでちょっとでもそういう意味でお前ら何々したらしいじゃねえかはいすいません俺お前でお前知ってるお前知ってるあ俺お前のことよく知ってるって言ってた内面の気持ちお前の気持ち理解してるよ笑いになってしまうから
やっぱいいやん。すいません。そんなね、男らしさと一緒にね、あのめくりのちょっと2番目をもらっていいですか？これですか？ああ、そちらですね、青い。はい、クイズだね。クイズがもう。一応飛ばしてみるね。中学入学でファッションに目覚める。よっしゃー。まあ今でもね、これは言われるからね。そうです、もうおしゃれ、おしゃれ、しからなられたなって言われるからな。まあ、中学ぐらいになったらそれは、まあまあ、おしゃれで、まあまあまあ、ね、でもまあね、言っても同世代やけどね。そう流行ったよ、誰しもが、かないとか、カールかないとかな。はい、見てください、この、みんなで多分撮った写真だと思うんですけど、これ、やっぱね、ぶっちぎりおしゃれなの。ぶっちぎりおしゃれなの。スリーサイズぐらいでかいよ。でかすぎでしょ。ダボってるな。あの中でやっぱ B ボーイやったからさ、俺。そうなんです。サイズ感ね。ショーインジャンのおしゃれをしてる。いやでもね、ハットかぶっとるやつはあんまおらんやから。あ、そう。中学校。いや、俺はそこまでおしゃれ。おしゃれキャップね。キャップ。キャップ。そう。もうすぐに俺はこっちだなと思ってた。自分にやっぱ似合うものを選んでったらこうなったから。ああ、なるほど。でもやっぱ帽子かぶるっていう発想にはなった。まあ、そうか、この頃からやっぱ帽子にはやっぱ頼りがちにはなってきてる。頼りのおしゃれやわ。頼りがち。いや、おしゃれやわ。でも気づいてた。なんとなく気づいてたけど、でもやっぱ周りの奴らはそんなこと言わなかったよね、改めて。ああ、そうなんです。で、もう一つおしゃれなのがですね、あの、ここ、この写真じゃ分かりにくいんですけど、メガネをかけてたんですね。おー。かけておしゃれに、さらに拍車をかけていたという。中華街でも。中華街でも。これ、横浜の中華街撮った写真で。うわ、この頃からもう、縦メガネ。うん、全然もう。うわ、トレンドや。早い。おしゃれじゃよ。しかも、年相応のおしゃれじゃないね。うん。なんかちょっと上行ったら、ぐちゃぐちゃ先の。腰上に見られる、これ。全然そう。ね、やっぱすごく18とかこの頃でもで、ね、でも帽子取ったら50、60に見えるから何やもん、確かに別にいいからさ、何やもん、ここちょっと機嫌会直してもらって、うちのガスが時計あったかそうです。これは別に箇所でここの機嫌もちょっとね、直ったところで、ここでね、もう一問ちょっとクイズの方に。はいはい、クイズ。クイズだ、クイズだ。さて、だからね、そんなおしゃれなここの3枚の写真見ていただきます。もっと知りたくなってきてるから。ちなみに今、見てるの3人です。ここ俺告知したんけどな。しましたよ、一応今日ありますよ、いつも。マジで。こっから稼ぎましょう。一時で10ぐらいまで行ったけどね。減りに減って史上最小人数3です。国王。国王。マジで。国王の毛の数より少ないです。こっから行けよ。国民が毛の数してますよ、これ。そう、こっからもうどんどん挽回しましょうね。サクサクザッサブレイヒーリコールだ。まあ、録画で見てもらいましょう。そうしましょう、そうしましょう。録画で急遽やめて反省会した方がいい。まあ、もう一回告知し直しますよ、これ。まだ上り坂の途中で。いいよ、でもこっちは知りたくなっとるから、中山。そうなんでしょう、ちょっと。今からですね、国王の3枚の写真をお見せします。最近のものですね。この中で、国王の勝負服はどれでしょうかというね。そうそう、勝負。なるほど。デートに行く時の勝負服はどれでしょうか。わかりやすい、わかりやすい。まず、2人になりました。はぁ、お二人もよく考えてください。みんなのお二人よく考えてください。コメント一番一緒にクイズ考えよう。一番これです。一番いいですか、確認しました。これも腹立つな。斜め上見るかも。なんでこの目線、何これ。街角スナップ、街角スナップですよ。たまたま撮った写真がね、スタイルジャケットです。ストゥーシー、ストゥーシー。そしてですね、2枚目の写真がこちらですね。あー、キャンプやな。さあ、考えなさい。かっこいい。目を離してる感じじゃないですか、ここから。やっぱおしゃれなんだ。すごいね、やっぱおしゃれ、おしゃれですね。そして、3番がこちらですね。おー。いや、これはまあさあ、この中でおしゃれじゃん。おしゃれ。ポーズでもう気持ちが出てきた。ポーズが入っちゃってる、ちょっとこれ。いやいや、そんなことないでしょ、別に。それで終わりもんじゃないから、本当に難しい。で、この中で勝負服はどれでしょうかという。じゃあ逆にどういう時に着ていくやつだと思う。そうなんです。まあ、でもこれはね、なんかベタだけどな、コンビニとかの辺もよう見るよ、これ。この服一番よう見る。一番近くな感じだよね、俺に。楽な感じも。楽だよね。でも逆にこれ青山のヘッドスパに行くときに行くし、いや、やってるし。だから手伝ってるわけじゃないし。あ、ほんとヘッドスパ帰る。ちなみにどういう時に着ていく勝負服といっても、あ、何、どれだ、どういう時の勝負服。正解の勝負服は、正解の勝負服は
でもやっぱ六本木行くときとか。あ、なるほど。行くなよ。ガードハンド的な。お前ホームグラウンド六本木なの。六本木ガードハンド的な学校。ギロッポンに行くんすね。たまに行くときはそう。ギロッポン。これさ、ギロッポン。ギロッポンやったらお考えください。ギロッポンやったらじゃあ。ギロッポンやったら。ギロッポンギロッポン。六本木六本木。でも簡単に簡単よ。じゃあもう一度さ、ちょっともう一度チャンス。こっちは今暇だからさ、もう一度すいませんチャンスいただきます。多分ね、立って吹いたと思うんですよ。いつも座って吹いてたんで、うん、そういうことなんですね。はい、できました。答えます。じゃあ待って、もうちょい考えに。いや、番号書くだけ。もうちょい考え。5秒。綺麗な音出してパスしたよ。ちょっと待って、それ持ってくれた。あ、すみません。いきます。チキングタイムがね。はい、行きました。はい、行きました。これ、行きましょう。行きましょう。ちょっと持ち腐れ感すごいな。ちょっと5万が嘘つけ言われる、これ。じゃあ、僕ら行きましょう。せーの、ドン。はい。おい、ちょっと待ってよ。何それ。いいですね。あ、3杯入る。これタルヌート、タルヌートくんのたこ焼き飛んでる。懐かしい。食べたベロで、ベロでいくゲームのやつ。簡単な。サンさんのなんかリーチかかってますね。もう一個レッドベルで。じゃあ2か3か。レッドベルだ、それ。2か3。やっぱどっちかだと思うね。でしょうね。ちなみに、あの1位は1位はあれ。ネタだけを。あ、舞台衣装。ね、舞台衣装。これ舞台衣装。舞台衣装が一番力入れてない。え、なんでかわかる？え、理由あるんですか？いや、やっぱ黒だとさ、顔目立つじゃん。そうです。ちゃんと考えて、改めて黒地味な色を入れていらっしゃると。ああ、どういうこと？顔目立つためにあえて地味な色で地味な下をまとめたら白でしょ。なんで正解のこの2番か3番どちらかということですね。やっぱ黒が一番目立つ顔。あ、本当ですか。今さりげなく。それじゃあすみません、ここ2番3番どちらが正解か正解します。正解は勝負服は3番。さあ、おめでとうございます。3番同票正解。やった。やっぱメガネかけてますし。やっぱいやメガネ。え、これちなみにコンセプトっていうか、そうね、ポイントちょっとね教えてほしいな、これは。いやでもさ、いや、とりあえずこのベストは気に入ったのね、買いに行った時に。で、このベストに合わせてこの下と上を選んだって感じで。あ、なるほど。これを際立たせるために後から。そうこれをチョイスしたって感じ。やっぱり我々は黒ですね、うん、際立たせるための。黒がこの K は何の K なんですか。カッパの K です。まあ、K やろ。これが K や。ここに毛があると。毛だと毛が K がダメやさ。そこまでボケてねえし。これガチに勝ちにいってんじゃん。ガチに行ってんじゃん。仮に帽子飛ばされた時に帰れなきゃなんでしょ、俺。で、その時フード被ったら、そのまま家帰れるから。だからやっぱ俺ね、二重で。やっぱ R 世代ってやっぱね、フード系は多いのね。やっぱそうなっちゃうんですね。自然とやっぱ。ああ、そういうもんなんですね。自分の部屋でも服を見返してみたらやっぱり多い。フード系がやっぱね。隠せるよ、なんか。どっかで頼ってんだもんね。安心のフード。まあ俺、もうだって飾りしかないもんな、俺られとんで。確かに。いざ被るやつ、あれ生活必需品。あ、ほんとですか。生命保険だ、俺。頼むのチャルに。うわ、これ手でおしゃれに仕上がってきた中山市なんですけども、ちょっとここで一個、大変なことを、ちょっと3番を。まあ、中学生。はい。はい、ハゲの抗体が著しくなる。ここで。ちょっと、ちょっと、ちょっと、凹んでる。落とし穴。ちょっと凹んでる。気持ち的にはほんのちょこっとだけど。ハゲの抗体。ほんのちょこっとですよ。今、凹むと。そうそう。今、凹むとですよ。でもやっぱみんな言ってたようにさ、前やっぱ少しはあったよ。あったよ。この時からやっぱ、
中学、俺野球部入ったじゃん、うん、やっぱ坊主にする回数が多くなったのね。ああ、ね、やっぱそれの、ね、それの方がラコンが強くなるっていう。そうそう、ラッキーじゃない、全然関係ない、あれ嬉しい、身をもって体感した。経験者がやっぱね、蒸れるのが一番良くない、蒸れるのが一番良くない。帽子かぶりっぱいですからね。え、これ凹んだってことはやっぱこうモテんくなったってこと。ちょっと、いやいや、モテはしてた、全然モテてた。この頃から本当中学1年生の時とかもチョコレート5個とかもらってたし。わあ、結構、え、俺もらったことない、中1チョコレート5個すごい。で、本当に本当に本当にカリスマって言われたことあるんだよ。そうです、そのカリスマ性の証明がそのめくりの4番です。どういうこと、本当にカリスマって言われた、本当にカリスマだったんです。カリスマゆえにですね、カリスマの証指揮者賞を受賞してるんですね。やっぱさ、合唱コンクールとかってあったじゃん。ありました、ありました、メインイベントですもん。俺3年連続指揮者3年連続指揮者、面白がられとるやろ、面白がられとるやろ、面白がられとるやろ、ところに立たせよう。違うよ、後頭部の肺気もくるくなっとるやつ。違う違う、本当にもうでもずっと指揮者賞取ってた。ちゃんと音程取り寄った歌える人たちみんな ここ見らず、ここ見らず。違う、ここで音程取ってるわけじゃないよ。ずっと棒読みの歌になったんや。いやいや、本当にでもだってもう一個横見たんだよ、卒業式に制服を取られる。ボタンじゃなくて制服、制服を卒業式の時の写真が何枚かあるんですけど、そう、その時の写真が全部はしっかりはないから。以上、まずこれ見てもらったら分かるとおり、ボタンはないんですか。何よこれ、すでにボタンはないんです。すげえ、めっちゃ男前顔やば。でも気取りすぎだな。ちょっと一緒に写ってる女の子も、いや、かわいい、かわいい、色白。え、これはやっぱり好きでってこと。でもこの子は後輩、どっちからどっちから、後輩だから、その後輩から取ってくださいって言われて、後輩から、はぁ、なんで冗談抜きで、まあ一文字のやつが違うんだよ、こんなやつもなんですマジか、おい。で、本当に中学生がこんなデコにしようできんぜ。日本苦労したキャラクター的なやつじゃなくて、違う違う、でも本当に見てた、本当に愛嬌 ありますねの象徴だよ、ガチで男と女としてこれ取る、まあ象徴そうでしょ。この子だけじゃないですからね、この子、もうまだまだ、うわ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 、もうない、ボタンないよ、 V ネックになってるやん、もうこんな子まで、漏れなくみんなまあまあ可愛らしい、いや、ほんと可愛い。で、挙句の果てにこの距離感ですよ、もう出た、うわめっちゃメンチ切ってる、ここメンチ切ってる、卒業終わりのブブカよ、あ、これここ良かったね、写真うまく、これよジャニーズとかがこの位置で写っとるとか見てやとる、やっぱりブブカよりマジで抜けてた。いや、なんかムカつくてね、これどれもね、やっぱ中山は笑ってないですからね。そうそう、全然笑顔見せんぞ。そう、この頃はやっぱそれが気にお気に入りだった写真撮りは。当時ちょっととんがっていた当時ですね。とがっとるな。いや、すごい、絶対笑うやん、女の子の隣とか。でもほら、ないやん、ね、全然ないでしょ、はい、おないないない、もうない。でもこれジャケットも撮られてるんですか、その写真、シャツですか。いや、これはそう、中身でも全部もちろん撮られてるし、なんかここ切れてるけど、これもこれ半ズボンだから下。下のズボンとかも取られてる。すそ切られてる。ちげえわ。はい。じゃあすそ切られてるわけじゃなくて、急に楽しくなったんや。いや、やっぱいじられるのに足を覚えてるよ、かっさ。ちょっと当時と同じ違いで振り返ってね。ちょっと振り返って。すごいな。そう。で、周りのやつらとか全然取られてなかったけど。わあ、もうこれ並んどるやん。中山町これ。これガチなの。鼻は出そうとしよう。笑ったやつを。すごいな。これちゃんとこういう涙とか。これはちょっとすごいわ。いや、マジでモテ取るな、これ。マクラでも全部取られてるし。こんなね、モテてね、とんがっていた中山なんですけども、3年生の時ですか、新しい教頭先生が入ってきまして、でその教頭先生がですね、カリスマ中山を見て、ある一言を言いました。その教頭先生がカリスマ中山に払った一言とは何でしょうか。それもカリスマたるゆえんみたいな、もうカリスマと言われるやつ。そうだよ、そうだよ。めちゃくちゃ簡単。今視聴数何人ですか。お、5人よ。しし、2から5の間を行き来してます。あ、いいですね。みんな帰ってこいよ、大丈夫だよ。だからでも間に合います。今からでも新任の教頭。そう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 、初めて見て、初めて彼を。だから中学校2年の終わりに来た人。ああ、なるほど。教頭先生でしょ。教頭先生、はい、はい。僕の2年前とクリソツやね。違うから。そいつハゲてねえし。その教頭ハゲてねえし。あ、本当。はい、はい、はい、どうぞ。ハゲてねえし。あ、校長すげえ。あ、新任だからね。ふてぶてしさがもう出とったやろうなと思って、そういう
まあでも、まあ、校長にもいろいろお世話になってます。マイクさんもいろいろあるまあ、オーラのりょうで言ったらね。そうだね。あ、どうぞどうぞ、サーキーどうぞ。あ、実在するんだ。違う、どういうこと？二次元でしか見たことないね。空想のあれが。あ、本物だっていう。ちょうど当時、マキバオが連載されてましたな。お前も不正解って言えよ。正解。不正解だよ。あ、正解。乗っかっちゃった。あ、どうぞどうぞ。よう分からんけど、無言で、あの、ニーチェの本。いいよ、お前、お前、お前、ふざけすぎてるぞ。格言を全然もう基本なら読めると思うんだ。皆さんが考えてるようなそんなんじゃないです。からかうようなやつじゃないです。あ、え、からかうですか。本当にカリスマを止めるための言葉です。もうカリスマ、え、カリスマ性を中2やろ。そう、中2の終わり。とにかく30人に絡まれたりとかすごい人生送ってますから。あ、はい、分かった。あ、どうぞ、サラダ。俺たちが中2の同級生やろ。そうそうそう、一応同じ。はい、後藤真希の愛のバカ野郎。確かにこの頃ハマったけど、めちゃめちゃ良かった。めちゃめちゃ良かった。溢れちゃう。やっぱ昨日引退してる時にちょっと泣けてきたし、ね、泣きました最後のライブね。一時代がね、やっぱ気づいたよね。そういった点でやっぱり似とるんか、ゴマキと。いや、同じ。俺もゴマキに手出したもん。あー、びっくりした。なめてるの、手出したからね。いや、言ったら考えてください。教頭先生に言った言葉を。言った言葉、今日ゴマキを知る会じゃないですからね。先生、一時代を築いたカリスマ。何中学校？餃子中学校。一応恥ずかしくなっとるよ。餃子中学校。餃子、埼玉県の餃子。餃子で、餃中、餃中って恥ずかしくなっとる。学校からもいじられてる。そうなんじゃない？出せよ。恥ずかしくなっとるよ。別に恥ずかしくねえから。いや、それでいい。なんで急に被るの？頭が寂しくなってきちゃう。もうダメですかね、出ないですか。教頭、じゃあね、教頭先生がね、カリスマ七山を見ていった一言、正解はですね、お前を止めるぞ。どういうこと？どういうこと？止める。言ったけどさ、俺も別にヤンキーってわけじゃなかったけど、やんちゃもしてたのね、中学校で。まあ元気が良かったんで、とりあえず。でもまあ俗に言う、今暴走族とかヤンキーしてたら昔ヤンチャしてたっていうね、くくりで言うから。で、まあ普通に俺が普通に学校登校してって、その教頭先生に初めて会ったの。その時も、お前結構いろいろやってるらしいなみたいな。おお、この学校に俺が来たからにはお前は俺が止めるって言う。かっけー、かっけー、かっけー。その教頭はカリスマやろ。お前は俺が止める。これ腹立つな。一瞬ちょっとちょっと羨ましいわ。ちょっと言われとして、言われたいよ。言われたいな、正直。広した、広した、ちょっと嬉しかったけど。ああ、いや、それ嬉しい。やっぱ心の声知ってんの。リサーチ済みじゃん。お前よく分かってんじゃん、勉強できんじゃん。教授のことよく分かってんじゃねえかと。でも俺さえ抑えてればいいと思ってたのに、今日と思う。すげえ、本当にカリスマだったんですよ。すごい。その一言はちょっと、それはね、言われたいね。言われてくれた方がいいですね。で、この勢いのままですね、どんどん高校時代もですね、まだまだ続くカリスマ高校時代。ちょっともうずっとマックス。すごいね、マックスで。ちょっとまだ分かるでしょ。まだ半分やから。最後のやつも本当にちょっとカリスマ感じたわ。時間経ってますよ。まだ半分ですよ。いや、絶対やめないし。絶対もう人生やと思う。絶対やめないし。収集やめると。で、本当にこの頃、中学校3年生から本当に今ここに入るけど、高校の全盛期の3年間、これ2年生まで本当にもう1人、年に1人ぐらいのペースで告白させた。まあ3回やん。いや、まあでも結構すごそうだよ。で、まあ3回引き明かしたらそうなるけど、それでも頻度で全然普通に告白とかされてた。だから普通の、あ、そうか。いや、みんなが思ってるような中学生生活じゃないよ。そうやな、こいつなんか寂しそうで一人でとか、そういうのは全然。え、高校もやっぱ行田の近くの地元の高校。あ、ちょっと高校はちょっと離れたんだけど、あの電車で二駅なんだけど、はい、やっぱそこの二駅行くにも一つ、吹上鴻巣って言ってたんだけど、うん、その吹上高校っていうのがめちゃくちゃヤンキーやったもん。お、はい、やっぱそのとこで電車とかでもやっぱ本当あーっていう、もう喧嘩になる感じ。カリスマや、うん、喧嘩に明け暮れたんですか、カリスマ。いや、全然喧嘩は全然しちゃう。当時打ち込んでたのは別のもんなんですよね。そうそうそう、中学校時代から続いたまず野球をですね、あー、野球を使っていたんです。すごいすごい。これがっていうか喧嘩とかももちろん見えますし。そうやな、まあ、チームメイトに迷惑かけるからね。そう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 、律儀なもんで端の端までみんな明確しちゃうんですもんね。あー、律儀他チームの目は隠してないけどね。そうですね。
ピーチを、あ、もうね、野球に打ち込んでる時のこの笑顔ですね。わー、チョケ取る。いやこれ高校球児っぽいな、帽子の被り方。ムードメーカーやん。そう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 、この頃からやっぱり、うん、ベンチではあったけど、公式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 ちょっとこれ、改めて見たらもう、チンポジあれしてるのが激写されてる。誰だろう、ね、誰が、これファンが撮ったんですかやっぱ。まあ、うん、ファンなんだ、そうそう、今でもたまに会うおっちゃんがいるんだけど、そのファンのおっちゃんが撮ってる。あのおっちゃんって親戚のおじさんとかじゃなくてですか。その子が、その人がファンのおっちゃんが認証おかしい、認証ファンのおっちゃんはその子でもその人本当に写真とかめちゃくちゃ撮ってくれたりとか、まあ、今これはみんなを撮るっていうよりもお前を撮る、これは俺でしょ、どう考えても俺じゃん、真ん中に来とるもんな、まあ、回し待ちやもん、これはぁ、すげえ。でもやっぱ違うよね、オーラあるの。あるあるある。あるある。やっぱ、え、これポジション、ポジションだポジション。いや、ライト。ライト。打順は打順。8番。ライパチ。ライパチってあれですよ、あの野球で一番クズが置かれる。それね、俺でも知ってるぐらい。一応ライパチだったけど、でも出てたし。あ、そうか。レギュラーですからね。一応レギュラー。レギュラーはレギュラーだ。ちゃんとレギュラーはすげえ。なんだよ、運順に中から争って勝ち取ったレギュラーなんですよ。いや、ほんとそう。でもやっぱしないことは絶対あったんだ、野球やってる上で。え、なんだと思う、野球をやってる上で、野球をやってる絶対しないこと。これなんですか、クイズ。クイズ、あ、これクイズ、これはクイズにはなってないです。あ、全然ないです。ちょっとじゃあ、じゃあ、あってもいい。もうプチクプチプチクイズ、だからプチシリーズみたいな感じで。やっぱ俺絶対にファーストだけは守んなかったもん。ファーストだけは守らなかった。ファーストだけは絶対守らなかった。あ、わかった。こうアウト心配あった時にそれゴシッカーって当たるこっちに、ピッチャーがこうやってたまたまデッドボールで投げちゃうじゃん、うちのチームのピッチャーが。うわっ、その辺に謝る、まず来たよ、ちゃんとこれを避けるため。結構俺でも過ぎちゃうじゃん、ゴシッカーなくちゃいけないから絶対にファーストだけはしなかった。これやるぐらいやったらライトに下がるわ、そう誰もいないところに一人いた方がいいわ。なるほど。いや、これでいいよ。あ、だ、いつでいいや、これ。いや、やっぱ、それ、やっぱ、失礼になるから。高校生、厳しいからね。そう、ちゃんと、ちゃんと、そう、そう、そう、なるから。あ、だからか。で、やっぱさ、こうやって、みんなで、こう、整列とかするんだよ。そう、次。あ、ありがとうございました。あ、そう、そう。で、みんな、やっぱ、こうやって撮るんだけど、俺だけ、やっぱ、こういう撮り方してるから。走ることにかかる。少しハットの取り口を見られないように頭の面積を見られないようにやる。もう見てくれの取り方ですよ。ベンチ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 ベ中2から高1までずっと継続していたんです。毎年毎年絶対やった記録があったんですけど、こちらから途絶えてしまうんですね。それ一体何でしょうか。いやいや、分かる、俺のことも分かってきてるよってのも分かる、自然と答え出てくる。いろいろありましたからね、今までね。でも分かるじゃん、すげえじゃん、本当に。そうなんですよ、いろんなことがありましたけどね。俺自分で言うのなんだけど、本当にすごいと思うよ、この地位を確立できたの。すごいな。京都に、京都になんて言われたんですよ。この学校に俺が来たからには、お前は俺が止める。すごい。言われたい。言われてよ。新人の全然知らんおっさん。だってさ、ヤンキー漫画でこのセリフ見たことないでしょ。だパクってないんだよ。あ、そう。京都のオリジナルみたいな。ノットリーグ。お前を止めるためにも自然に湧き出た言葉ね。そうそうそう。もうあいつはもう煮え立てたんじゃないの、違う。こいつはやんちゃしやがって。でも結局俺がいい方向に行ったら、もうその中学校もう本当にまんまるのいい子、いい生活して、なるほど、模範中学校。なるほどなるほど。そんな中学の2年から高校2年まで連続してあったのに、高3でパッタリなくなっちゃったの。そうだね。逆に始めたきっかけを知りたい。それはなんで始めたの。そうだね、これ始めたというか始められた、始まった、うん、始められた。え、俺が始めたわけじゃないから。やられる方、そう、やられること、やられること、ここが自分の意思で始めたわけではなく、カリスマゆえにね、始まってしまったといいますか。さっきちらっとね、何ならヒントも出た一回ね、言いましたが、中2から高3でしょ。
中2から高2までずっとなんですけど、高3の時にはもうパッタリなくなったんです。だいぶだいぶやんちゃやったよ。やんちゃやった。そうですそうです。多分昼飯の時だけ家に帰って多分いいとも連続視聴記録かな。いいとみたいな。いやいいでもやっぱタモリさんがあらそろそろ来たなと、これはみんなに変えるわっつってやめた。自分の現実逃避とともに。そうそう。あ逃避。うわ。うわ。うわ。すごい。かけてねえから別に。かけてねえから。かけてねえから。恐ろしいもんね。今の大体本ネタ通りでしたよ。恥ずかしいですね。いや違います。それじゃないです。いいとこではないです。待って待って待って。え？全然わからん。中2から高3。さっきヒントがあったんでしょ。ありましたもん。出てた。高校時代入ってからありましたヒント。ポロッと言ってますもん。正直これしか思いつかない。あ、どうぞどうぞ。人用な。いや俺もそう思ったけど、ぼやけさせるかって。その言い方の方が腹立つから。人用な。俺でもそうじゃない、別に困っていなかったから。あおお。全然困ってなかったです。これもちょっと関係ありますよね。全然困ってなかった。関係ある。困ってしかない。どんどん消してばっかりって書いてあるどん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 もう新しく出してもらおう。負けんな、ここのプレッシャーに。いや、すごいよ、プレッシャーがね。簡単よ、簡単。激そう、ほんとにプレッシャーで。じゃあ待って、この間お前さあね、ちょっとせっかくやからリベンジ。あ、最後のリベンジ、ちょっともう一回やりいいんすか。うわ、さすが仏と一緒、三度まで増すんですね。チャンスはやるからさ。ありがとうございます。もう今日で、これでものをするんで。よっしゃ。でも俺が本当にヒントがこれになったんだろう。でもされることだよね、やっぱり。されること。やっぱ俺ゆえんだよね。え、俺ゆえんって。いや、もう俺でしかやっぱしてもらえないと思う。ちょっと一回練習だけしていいですか。うん、一瞬練習だけいいですか。あ、それあ、独特なチューニング。いきます、いきます、これ今度こそ。 OK、お願いします。1曲、体で上げます。いきます。はい、いきます。はい、いきます。いけたんやけどな、昔あの、校門でさっき教頭に会ったみたいな話で、毎朝、校門のところに立っとって、来る人来る人に、ういっつって、でもペチンってやられる。違います。高3でやっぱその時のやめろって全校集会やって、朝中山のデコパチンってするのやめろって出勤みたいな感じで出勤タイムカード。違う、この手の方山本やん。違う違う、もう判断で分けるじゃない。違う違う違う違います、違います。カリスマイメージされたことですから、そんなんじゃないんですよ。もうまあ一応言ったけど、その頃とかもう全然いじられてないから、まだ全然。今こんな感じでガンガンガン来るけど、これは本当に、うん、全然です。ノンイジリノンイジリノンイジリ。あなたたちがいじるから地元の友達が見てないこともありますからね、これ。そうそうそう。うわぁ、告知できんのや。そう、全然見てね。地元の友達は全然俺が芸人やってること知らない。そうやもんな。教えることができない。何やってるって言ってるんですよ、地元の友達に。俺今、秘密の仕事っつって。秘密と正反対。さすがマーシー。秘密のカリスマやな。カリスマやけ成り立つよね。そうです。まあ、それはね、このやべえのリー出してるマーシー。そうそうそう。みんなそういうの欲しいじゃん。思ってんじゃないのじゃねえよ。でも本当そうなんだって。秘密の仕事。秘密の仕事。でも次ちょっと最後しましょうか。ありますか？なんか。待って待って待って、本当待って本当待って。いいですか。中2からも毎年毎年ですね。中2も中3も高1も高2も、うん、絶対あったんですよ。回数的には何回。回数、回数言っちゃったらもうバレちゃうな。いやもう、まあ、嬉しいこと。分かった、当てに行くわ。嬉しいこと。もう当てに行くわ。これもう、うん、嬉しいことよ。ベタでいいか。全、うん、はい、もう当てに行きます。はいはい、バレンタインのチョコがもらえなくなった、うん、どうですか。ちょっともう惜しいとこまで来てますね、これね。すげえ、すごいお前のこと。あ、これ、え、正解当たり。正解です。これさっき素晴らしい。1年に1回っていうヒント。そうなんです。めっちゃ真面目に言っちゃったけども、もういいです。でも、でもだいぶだいぶお前らは俺のこと分かってきたってことだから。そういうことです、そういうことです。だんだん王様を理解してきたってこと。いや、王様と、いや、ハゲさんまでに。ハゲない、ハゲない。だから本当に言っちゃったけど、中学校2年生から高校2年生までね、もう毎年毎年ね告白された。
だから本当に何かしらのレディー、そう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 、いてほしい。でももうその感じはさっきの卒業式の写真とかで分かるでしょ。まあね、どう呼び出し食らって、いやそう、ちょっと普通にやっぱ、ね、メールが多かったかな、メールだね、やっぱメール、え、この子に怒られた。いやいや、この子ではない、この子は。じゃあなんで出したんや、なんで出したんや、ちょっと自信ある、普通の言い合いを選んだんやんすよ。わかるじゃん、モテる感じが。でもまあ、もう一歩戻ってやつ正直いや、まあそうっすか。この時お前と話してみたらわからんけど、ほんといい人だったんだね。そう、内面を見たら、内面を見たら、内面を見てくれる。え、お前内面を見たらより好きにならんけど。カリスマって言われよったの。そうそう、言われたの。それどうやって知ったの、直接言われたの。だからこれカリスマって言われたのは中学校の時の話なんだけど、中学校でやっぱさ、ゲームとか流行るじゃん、これなんか、あ、イリスマね、イリスマ、そういうのがあるんだけど、ね、全然そのうちのクラスで流行ってなかったのね。だけど俺がそれに食いついて、お、それ面白いじゃん、俺がやろうよって言って、やだ、俺がやろうよやった瞬間にもうブワーってもうクラスが広まっちゃって、マージがやってると、マージがほんとカリスマ性あるから、なんでも流行っちゃうねって言われたから、ほんとカリスマ、なんでも流行っちゃうね、あ、すごい、なんでも流行るよね。ハゲは流行らない、いや、映んないし、その季節の風みたいな言い方やってる。季節の風、季節の風、そんな流行ることないから。え、じゃあ、その告白された時に付き合ったの？いや、でもその女の子と3人、4人いたけど、全然付き合ってはいなかった。え、なんで拒むの？なんで拒むの？いや、だって選ぶ側の人間じゃん。皆さんご存知で、選ぶ側の人間だったから。いや、自分王様から言ったこともわぁ、全然あって、あ、あった、全然あった、恋大きい男で。え、じゃあもう恋愛マスターとして、俺らより多いんじゃない、恋愛経験が。あ、いや、そりゃそうだね。王様から言ったのは、言うても普通ですもん、僕たち。いや、普通です、まあ、ね、何人ぐらい、何人好きな人とかいる？本当に好きな人ガールズトーク。いやちょっと俺今は偉い下から聞いてもう24とかだけど、何人と付き合ったことはあるけど、何人好きになったことはある。僕はだけ見つけたら結構多いけど、好きじゃ言っちゃいけないのかなと思ったね、途中で。そういうの言わない方がいいのかな。カリスマ的気持ちが分かったよ。カリスマ気持ちが好きな人なんだよ。好きになった。僕結構惚れっぽい。すぐ好きな人だったよ。俺結構惚れっぽい。いや、違う違う、セタもあとずしてもね、そんなね、順風満帆なね、カリスマの高校時代まで来たんですけど、はい、皆さんこのグラフ見てください、ちょっとポーンと飛び降りた、ね、飛び降りた時だね、飛び降りた、これこっからがですね、県大の大学時代。これもう出てるやん、肩の落としをやめときますよ、マットで隠れとるもん。ちょい行ってみようか、ね、もうやっと皆さんもね、拍手したりして興味出てきましたよ、ね、やっと、うん、俺もうお前らの良さ気づいてきた頃だし、ね、とりあえずちょっとね、ここで皆さんが理解あるっていうので、ね、ここがテンション上がるかもしれないですから、早速ちょっとクイズの方を、クイズ、あ、はい、とりあえず一発目クイズ、ここね、見ていただいたら分かる通り、埼玉県出身の高校なんですけど、はい、これ静岡県の東海大学というところ、あら、静岡も、はい、海洋学部に入ったんですけど、僕ラグビーの試合でよくここ行ってた。あ、本当ですか。近い海洋学部とか知ってる、知ってる、全然知ってる。東海大商用ってね、そうそうそう、ラグビー商用は隣にあって、そうそうそう、商用高校は本当にもうスポーツがすごく行ってた。はぁ、ね、分かるよ、分かる気がする、地元関係、その静岡にわざわざ、そうそうそう、この俺がね、地元でカリスマの流れを帯びた名前やっぱあれですね、カリスマ東京一発静岡行くそうなんですよ。やっぱ戻る感じね、下る感じ。やっぱ地元の友達は埼玉県だから、ちょっと電車で足を運んで東京に通うっていう、いや東京横浜とかね、まあ言うならあれですよね、うん、吉本のすみます芸人の走りみたいなとこはね、そうなんですよね。もう早っ、わ、静岡芸人のずっと見てますから、予言しちゃうよ。お前らはやっぱそうだろうと、その電車で行くだろう、ね、俺は違うから、俺は別に今まで誰も開拓したことない地に行くっていう風になって、いや、俺がね、単身で未開の地攻めてくるぞ、で、東海大学、俺は大学で、後からお前についてこいみたいな、 そんなね、未開の地に攻めたね、中山さんにですね、ご両親からですね、大学の入学祝いでもらったものがあります、うん、一体それは何でしょうかというのが、プレゼント、プレゼント、
クイズでございます。入学祝い？入学祝いでございます。これはめでたいもんね。めでたい、ちなみにこれめっちゃ頭いい、これ。いや、いや全然悪くない。はい、全然普通、どうぞプレゼント、はい、ブラックサンダー。それはただあなたが好きなだけですよ。これ俺の好きなんだ。あなたが好きなだけです。あれうますぎる。ちっちゃいやつ。ちっちゃいやつ。ブラックサンダーどうでもいいから。静岡。ブラックサンダーはどうか。静岡。静岡。じゃあやっぱ元気ない。先を読むあれが。あるある。親もあった。多分茶の雫。問題起こす。そうかよか宣言。問題起こす前。違います。もっともっと今もらって、いやアレルギー反応から気づかない。そういうことで、ご両親が気遣いは受けてないです。ちゃんとした贈り物もらってますよ。そうすぐもうみんなが手に取れるの。ちなみにうちの弟もですね、東海大学の海洋学部で、うちはね、国語の後輩ですから。そうなの。たまたま、そうなの。そうなのか。うちの弟後輩なんですよ。たまたま。はい、あ、どうぞ、のむきよ。これ詰め合わせないけど、牛乳と卵とそば粉のこのアレルギーが出そうなやつなんで、はい、詰め合わせ。何大丈夫よっていう。あなたはアレルギーなんか一個もダメよ。あ、ちょっと俺似とるやつ。あ、はいはい。これさっき生まれた時にへそのが首に出て、そのへそのを作ったなんかうまいパスタ。これカラカラカップの悪魔だね。いや無事留学できたからって。いいから育つと意味も込めて、うん、そのもう俺もちょっと似ちゃうんだけど、あ、はいはい、ノコギリヤシ亜鉛の発毛サプリ。違う、ノコギリヤシ亜鉛、頭にいいもん。頭にいいなって。参考にした。参考にした。今日メモって帰りましょう。カリスマダンスに入ってね、にじっちゃおうで、にじっちゃおうで。いや違います、もっともっと素晴らしいものもらってますもん、うん、これもらったら普通テンション上がります。これ皆さんメルヘンチックな感じもらったらテンション上がる。嬉しいもん、すごい嬉しいです、これもらったらもう。いえ、入学祝い。でも、おそら眠たいですよ。結局でも大学の話だからさすがに、こんな感じでもらったっても、こんぐらい、当てに行ってもこんぐらい、チャリ。いや、もらったんちゃもらったけど。嬉しいじゃん。あ、こんなんじゃないの、こんなもんじゃないです。一番の、ね、贈り物は、あ、メイン。メイン。もうすごい。が違うの、こんな。え、じゃあ。なんか、なんかおしゃれやから、あ、はいはい、いいでもいい。おしゃれやから、あの、多分家族写真。がある、なんかバックルベルトの。あ、すでにここに家族を連れて大学に行けた。あのロケットみたいなね。ソケットで思い出せるみたいな。バックルで遊びそうやな。見た目から、はい、もう充電。え、まあ、僕らもらってもおかしくない。お前らわかんないから。それはもうね、しかない。あ、わかんないよ。正解はですね、1000万円の一軒家。いや、いや、正確に1800万だよ。いいですね。ちょっとこっちの情報に見た。第一やん。ええ。別に大したことないでしょ。そうなんです。そうか。それもう中流じゃないでしょ、さっきから。いや、おかしいもん、グランドピアノとか。いや、本当そうそうそう。なんかその、まあ確かに地元の友達は俺ん家見てでけえとは言ってたけど、俺からしめれば中流です。なんでいつもお前の過去を語るとき他のやつが言った言葉でしょ。なんでさ、こうやったよって言えや。こう言われたって何知らないから。でも本当に一軒家です。え、2階建て3軒3階建てで、3軒3階建て静岡の家。そう、静岡の3階建て持て余すよ、一人で3階地下トレーニングルームとかじゃないですよ。別に大したことない、本当ただの中古物件よ。中古物件の1800万だから。えぐいえぐい、1800万。お前3倍だけたら MI に2連チャン1人。そうですね、引かれたとしても。なんでそれ祝って、なんでそのガクって下がるんですか。そうこっからも上がるでしょ、上がるでしょうよ、これ。あんまりどうしても言わなかった。ここはもう映画気づいてるから、小鳥かぐらいちっちゃくなった。当時もう一回だけ東海大学入って、海洋学部入って、家買ったので友達になった。せっかくの一軒家だったんですけど、ちょっとちょっとお友達の方がいなかったんですよね。友達いなかった。え、でもカリスマ順調だったのに、高校までこんなんやろ。そうやっぱあれか、あの静岡とかやっぱちょっと田舎のもの、田舎もんだから、あそこら辺はもう何年かやっぱちょっとあんま窪塚を見るような目で見ようかな。ここの大学は結構全国津々浦々から来てから
つつ裏裏から来て全国から来て、つつ裏裏にやられた、全国から来てるから、だから俺もすぐ馴染めると思ってたけど全然馴染めなかった。でさ、俺大学、俺の悩みそうだ、いやもうテンションの違い、前半の、これ何これ、お前一応聞いてくれよちょっとつらいですよ、ちょっとつらい、これちょっとここで吐き出しとかないと後に響くんで。で、大学で俺行けんかと思ったじゃん周りに知り合い、普通の家があるわけ、住宅地の一棟を買ったから、で、そこの家の近所さんにタオル配りに行ったわけ。これやっぱ引っ越ししたりするじゃん、なんでタオル、もうタオルこうやって配りに行って、東海大学に入りました、よろしくお願いしますって、とある近所のおばちゃんに言ったら、あ、そうなんだ、ビバ青春だねとか言われたのね。いやいや、ちょっと待ってくれよ、お前俺だよとマーシーだよ、マーシー、カリスマのマーシーだよ近くによく考えて、山がある、川がある、海がある、これは8月やべえぞと思ってこれはやべえぞ、スケジュールやばいぞ、いや、いっぱいあるし、そしてマーシーや、全然日焼けしない子に育った全然外行かないからさ、家の中でずっとパソコンカタカタカタもうほんとつらかったその頃は、でもつらかったねって言ったわサークルとか、サークルとか、そう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 、それでしょ、それこそサークルでみんなでバーベキューに行ったら、そうです、大学ってそういう場所で、爪のゴミとか爪爪いいな下向くなよって元気出せよ、別に一応部活とか入ってたけど、マジでもう自分で笑ってよって、もう何の部で何部、部活サークルじゃなくて、あ、部活ボクシング部だったのね、もうすでに殴られたからさっきの人があったし、なんでボクシング、カリスマが強さを学んだ、高校でまだエネルギーあったわけよ、野球やってて、うん、でその延長戦で俺まだ、うん、まだエネルギッシュだしいけるだろうと思って半年ぐらいやったな、ボクシング、でもすぐやめた、ボクシングじゃなくて剣道って呼ばれてた頃の戦後戦後の話だし、まだアメリカが強すぎるみたいな河川敷でやるみたいな、初めの一歩しか見たことないですか、鎌倉会長根性論だけで戦うで、でもね、当時はね、サークルもなんですけど、授業選びもちょっとこだわりがあったんですよね、授業選び、そうそうそう、授業帽子をかぶれる授業を選択していたんでない、この日本にない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 ですよ、室内じゃ帽子を取る文化やもん、皆さん友達がいればさ、こんなん禁止せずに多分済んだと思うんだけど、やっぱ一人だったからさ、どうしてもやっぱさ、みんなだったらさ、多分さ、デフォートだけでさ、タイムくれるすぐ、あ、自分があるよ、楽でいいんだよ、それ違う、あの人は帽子取んなくていいとか、あの人は服に対してうるさくないとか、そういう人の授業を取ってたマイナスやん、自分がきつくなる方がいいよ、もうレポートが多いとか、いやもう全然できるしないよそうだそうだだってあの人は帽子をかぶっていいんですよ、この人はあの帽子取んなくてもいいんだと思ったら、その次の週もその人のその次の楽器もその人の単位を取りに行ってたその人の取りに行ってたその人もずっと取ってでもさ、受けてみたら違ったみたいなのもあるじゃん、それはね、一回だけたまたま当たっちゃったことあったんで、あれなんか話が違うんだよ、帽子いいって聞いとったけど、え、注意されたっちゃけどみたいな、なかった、いやだから俺はさ、だからそれは初めの授業で帽子取ってとか言われるじゃん、うん、で、あ、この授業は帽子取るんだと思って気づいたから、すぐパッて授業出たの、教室であ、これはすぐ帽子取って、まずいまずい、他のやつもさ、帽子かぶって授業受けてるやつじゃん、それで向かって指摘してるから、あ、これやばいわ、まずいまずいこの授業取ってなかったっけ、明日は分かるんですか、ね、2単位こそ、こそ2単位伏せる、それでじゃあ1回も言われてパッてのはないわ、ない、じゃあさ、先生がね、まあ、授業始まりバーンっつってお前らな、大学入学おめでとう、この授業取ってくれてありがとうっつって、俺の授業はさ、とりあえずさ、もういいよ、全然来なくてもいなくても全然単位上げる、大学楽しめ、お前らな、おい、そこ帽子取れマジ漢字の試験に言えないですからね、それは本当にもうそれぐらい嫌だった、浮き足の今までのストレスがもうなんかいろんな人に与えてきたストレスが全部こう跳ね返ってきちゃった、カリスマ自体のハートがここで一気に来て、ね、止めてみろよって言ってたよお前が本当やそんな住みにくい大学時代がですね、さらに一番の難関がこちらになりますって、公開実習なんですね、海洋学部だから
公開じゃない。海洋学部は何、船とか海とか海関係がもう主に主流。漁業じゃねえのか、海に帰ろうとしょ俺死のうとしないから。違う違う違う、そういうわけじゃない。出し取れそうなゴジラ、ゴジラ的な発想じゃない。違うよな、戻ろうとしないから。ああ、なるほど。公開実習、公開実習で何、また嫌なことがあった。いや、公開実習って言って10日間海に出なくちゃいけない授業があったので、ね、うんうん、もうずっと船に乗りっぱなし。そうそう、うちの弟はこれが一番の思い出だって言ってましたよ。でも、うん、うん、あ、それはだって絆が深まるよ。10日間っつったらもう旅行、修学旅行、うん、そう、これでもうみんなで奄美大島まで行ったわけ。めっちゃそれ思い出やん。そうだよ、別の人はね、写真、何その写真、公開実習の。そう、ほんとよ。大学時代が、大学時代の写真がですね、こちらに一番見当たったからね。なんで本当に、なんだなぁ。仕事が当たるわ。本当に、一人システムしかできない。そうそう、一人やから。で、その公開実習があって、もう遠くが海に行くんだけど、友達が本当にいないから、ずーっと自分の一部屋だけもらえるんだけど、一部屋というか自分のベッドの部屋だけもらえるんだけど、そこのカーテンシャッて閉めてずっとブルーハーツ聴いてる。慰めてくれと、俺のこんな一人ぼっちの気持ちを。ホント何一番聴いたんですか。もう終わらない歌で。そのための世界のため、いや俺がおかしいんじゃない、世界がおかしい。うわ、中学校で普通ね、そういうの陥るけどな。そう、遅めの、そう、遅めやな。カリスマやったから本当にしんどかった。マーシーが響いたよ。マーシー、本物マーシーや、本当に。本当そう。違い、扱いされた日々、いや、お前らが絶対違う。俺はおかしくない、俺はおかしくない。周りがおかしくない、俺についていないだけだ。絶対俺はおかしくない。でもだから本当に友達がいなかったから、奄美大島に着いたら、好きな人同士でこうやって反抗動ができるわけです。 あ、女の人も、女の子、あ、そうか、半々ぐらい、120ぐらいいたら、それは思い出残るよ。 120人ぐらいいて、60、60ぐらいの割合。そんな、それは思い出残るわ。一番楽しいじゃん、の写真が。ちょっと見せてください。写真が一切見当たらないんですよ、こちらに。ねえんだよ、手元に一枚もないんですよ。だから本当に今誰を見返したいっすよ、本当に大学の友達。いや本当に頑張ってほしい。こいつ出てるやつ聞かずに、他のやつらはああでもないって本当にいい思いさせてもらったから。こいつらは本当に本当にもう許さない。プライド本当に許さない。復讐やったわ今。復讐のために芸人を選ぶよ。本当につらい。いや長いぜ、ダイブの時間長いな。それ選んでですね、皆さんのご存知の深海に潜ったの NSC ですね。いよいよ NSC 入学しまして、以上ですね、これ入学した当時の写真ですか、これは。そうだね、もうちょっとカリスマ性は戻ってきつつありますね。ちょっとまあまあ撮ってくれる人が、まず友達一人おるもんね。関東に帰ってきたことによって、やっぱ関東はすげえ。関東は本当あったかい。ほんね、ほんとあったかい。お着せーと、あいつらは。あいつらダメだな。積んどけと。普通はみんな逆のこと言うんですけどね。東京に来たら人は冷たい、ね、普通。そうそう、関東は冷たいイメージありますけど、ね、静岡は嫌。静岡嫌。いや、ほんとに。あいつ何だったんだろう。特定の人物で。あの、言い忘れたけど、本当にその奄美大島まで別れて、俺は体調悪いって言って、ずっと自分の船の中にずっといたの、うん、でもあいつらは、俺、そ、何藍染めしてきたよ、みたいな話を。藍染め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 してきたよ、と。何紺色にそれやって伝統芸能を、なんか。で、やっぱ、この時やっぱ、会場でしたから、お酒とか持ってきちゃダメなんだけど、みんな持ってきて飲んでるので、あれが本当につらかった。たまりやすいから、そのどんちゃかどんちゃかやるの髪かけ分けたかもしれない。で、もう、先生、ほんとに先生にさ、前髪流してる。歴史を、今歴史をこうした。過去を拭ってる。過去を拭く動作。でも、落とすんですよ。つきものを落としてる動作です。年末やし、汚れも拭ってる。今年のうちにね。今年の大掃除。今年のやつじゃない。あ、大掃除。いや、でも今言われて、すげえスキルしてる。何人かの方もこれ聞いてくれてますから、大学に行くの本当に嫌だった。これ一応録画されとるけん、よかったら大学の友達にこう教えてくれて。あ、そうだね。本当に本当に嫌だよ。売れてから2回やつと、そう、本当売れてから2回ブルーハーツ流したやつ入れてきます。研修でこれ NSC で名前。そうですね、NSC でですね、こちらですね、
NSC 講師にも天才っていう。えぇ、ー、それすごい。いやだってもう見た目も言ったらね、俺たちはセンスやと言われる。そうそう、 NSC 入ったばっかりは逆に同じクラスだったけど、みんな最初の3ヶ月ぐらいは一切これいじらなかった。そうなんですよ、本当に。えどうしたか分かんなくて、そう、どうしていじって、他なんか1対1でなんか言い合って笑いを取るみたいな授業があった時も、誰もここはいじらなくて、他の方やってたの。何そうそう、最初にそうクラス違ったから分かんない。そう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 、そう、本当に誰もいじんなことね。それで、なんだっけ、あのおっさんね、まあ、クロ、クロ、なんだっけ、ジャンクロっていうね、あ、そう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 、おじさんが初めて、お前、何て言ったか忘れたけど、初めてこの頭をいじって、で、周りみたいな、ミスケースになってやった、そう、ついに、そう、そう、やったみたいな、すごいなと思って締め投げ込んで、当時別のコンビ組んでて喋ったことなかったんで、俺も喋ったことない、誰も喋ったひったついに、俺は終わりに違うぞついに、ほらいいもんと、そうそうそう、びっくりしたよね。え入学当時はね、こんなはずじゃなかったですよね。マジだよ、お前、お前らマジだよ、いじんの、いや、お前マジいじるしかも、チャンクロも知らないと思うんですけど、チャンクロもハゲなんですよ。そうそうそう、ハゲのハゲにって、ハゲのおっさんが、そうだった、若いハゲをいじったお前いじる権利あんのみたいな。で、そっからも解禁みたいになったの。いや、中山でも、中山でもいい、そうそう、中山ヌーボーが解禁した。そうだね、中山ヌーボーやっと解禁されました。あれ、4月ぐらいの話か、早いね。解禁された時ぐらいでしたっけね。あの、当時コンビを組んだばかりの頃なんですけど、あの、授業、僕ら NSC で15分前ぐらいに入ってなさいって、はいはい、ありました、ありました。それでみんなで入って待ってたら、あの、当時一期上のデニスの上野さんがスタッフでいらっしゃいまして、それで、もうお前ら本当遅刻とかないから気をつけろよみたいな話で、わきあいあいとやってたんですけど、そしたら一人遅れて入ってきまして、すいません、電車で遅れましたって言ったら、ちょ、お前本番するのないから、もう今日はあかん、もう受けられへん、帰れって言って、返したんですよ。で、いや、めっちゃ切り取ると思って、もうみんなもう、今日授業どころじゃないわと思ったら、ガチャってもう一回ドアが開いてして、また来た、やばいやばいと思ったら、こいつが、すいません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 って入ってきて、お前は天才だ、残ってええわ。俺だけ残された例外やった。すげえ、現場におったわけです。練習のシステムを動かしたやん。あれがあったから、あの日の授業は楽しくできたと言っても、そうそう、もう苦しい雰囲気やったもんね、最初怒られて、帰れって怒られてるのに、古田さんが見て、俺だけのもんだけど、お前キャラクター10代起こしすぎやすごいもんな。まあ、あのね、いじられることに、でもこの頃から慣れ始めたからね、本当に、ね、そうだったわ。そう、びっくりしたね。それどうなんですか、本人的にそのいじられるのが今までいやいやいやタブーとされとったのに、それで受けるという感覚。いや本当よ、だからもう本当変な感覚よ。だからもう怒りもあったんです、その頃って正直。そうなんですよ、いじったんで、最初はいじりでやっていこうと思ってなかった。全然全然普通に笑い始めるの。どうやって笑い始めるの。ボキャブラリーでね。ボキャブラリーしっかり発想リズムで。あと俺のオーラあれば大丈夫し。そうそうそう。マジでそれ上乗せしていけばいいだろうと思ったけど。そうなんですよ。いじられて本当びっくりしちゃったから。もうその日の日記には今までマジに勘でマジに勘でマジに勘で怖い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 。もう大学時代仕方引きこもりマジに勘で3回もマジに勘で書いた記憶がある。でも今思えばやっぱそれが正解だったなと思うけどね、結局ね。それがあっての今ですからね。すごいな、ヘッドブラックスをね、笑いに変えるっていう、乗り越えてます。そしてね、今卒業して今に至るということなんですけども、最後のクイズですもん、これ。はい、クイズ。あら、ね、もう分かったでしょ、もう。すごいカリスマ性があって、女性にもモテて、紳士的で、いや、いろいろ、うよ、曲折で、いろんな人生を送ってきた中山さんがですね、一番最近の話なんですけど、最近、恋をしたんです。で、一応、惚れっぽいと言います。まあ、惚れ薬は飲んでますわな。意味が分からないけど、ポリ薬を飲んでるわな。よう分からないけど、まあ、ポリ薬は飲んでるわな。意味が分からないけど、恋の野外でちょっとやられてるとか、ちょっと。それは中山さんがですね、先日、意中の女性と2人でお酒を飲みに行きまして、その女性、誕生日だったんですね。で、その誕生日プレゼントで中山さんが送った
素敵なプレゼントとは何でしょうか。恥ずかしい。さあさあ、ここです。今頭は出てます。頭は見切れてます。このお金はもう頭は出す。さあお考えください。頭を出すと思う。20の女性に送った贈り物とは何でしょうかと。これやっぱカリスマ性が感じられる。とんでもないカリスマ性に溢れてます。集大成といっても過言じゃないですか。これはもう、これ答えないから本当に攻めとるから。多分そうね、びっくりするなこれでしょ。そうなんですよ、本当に。あ、どうぞ。じゃあ大木さんどうぞ。毛か、だけなしの毛。リボンつけて、もう包んでリボンの方が詰まったら、それクワマンのお母さんみたいに気になる。知識量ゆえに出かけたね。知識量ゆえに帰ってこんで。違うか、カリスマの金銀先に出かけたら。やっぱ攻めとるから、うん、はい、はい、あ、どうぞ坂田君。表裏両方イエスのイエスのワグもうお前はに拒否権はね、今夜は寝かせんの。本当にこの辺の時期だから多分これしてたと思う。全然してたと思う。ここがあったからの今のところカリスマやな。イエスに。あ、分かった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 。はいはい、多分当てに行くよ。あ、もうどうぞどうぞ、もう行っちゃいましょう。もう本当自分をさらけ出すって意味で、はい、もう今までの自分をもう全部見せるじゃないけど、はい、おーフード部分。うわっ、切り離して。これ実質プロポーズやろこれもう。いやでもまだここまでできない。あ、まだここまでできる相手はまだ待ってない。こんなことじゃない。まあでもこれあげたらもう結構、まあクエッシュやもん。そういうこと。いや違います、もっと素敵なもんですもん。まあプロポーズってのもちょっとあながち間違いではそうだね。ないっすね。そうそうそう、もうそのラインよ。もう意外とプロポーズほとんど合ってますもん。プロポーズして、まあでも俺の中では本当に普通のポリデント。そうですね。普通のポリデントって。おじいちゃんね。おじいちゃんワードで。一回使っとんのポリデント。いや、そんなには使ってない。あ、使ってない。これは本当にストップしたワードですね。その似た響きで集めないから大丈夫。ポロッと出たんですね。今の。いやもう絶対考えたら分かります、これも、うん、いやもうこれだろ、ベタというかもうカリスマといえば、はいはい、はい、もう自分にこうぐるリボンぐるぐる巻きにしても俺や。あ、よくあるよ俺や。いやもうこれも考えた。考えたと正解じゃ正解。あ、まあまあまあ候補には上がったと。まだまだ全然でも不正解と。はい、わしやでっていう彼女の、はい、年齢の分寝かせた赤ワインにこう自分の血を怖わ悪魔じゃん。ここまではしない。あ、まあ、それはお前ら勝手な憶測でコクが増したやろとか、なんか契約やんそれ。ちぎりじゃないか。呼び出したらすぐ出てくるやつ。分かんないですか、分かんないですか、うん、どんどんもうちょっと追いつかないみたいです。じゃあもう行こうか、答え、ね、正解お願いします、うん、正解は俺の苗字のハンコ。いやもうプロポーズだ。これがカリスマなんですよ。どういう意図であげたんですかね。いやだから最初は別に、まあ、そういう誕生日だったよねって言ってプレゼント出して、まあ普通にこれでもよかったんだけど、その中身にとりあえずハンコの入れ物を渡したのね。おお。ハンコの入れ物を渡して、あ、ごめんごめん忘れてたってもう一個出して、え、まさかみたいな。おばあちゃんプププって笑いながら、待ってみたら中へ待ってみよう。これが皆さんにできますかって話してるんですよ。できんよ。したくない。やらないよ。したくないよ、本当。いやいや。向こうの。いや、いや本当カプテル作っとったらバンも止めるよ。おやおや、何言ってた。いやでも本当彼女も本当大笑いしていました。え、それで付き合うことできたの。別にいいじゃん、それはさ。え、家庭が大事。まあまあまあ、いやまだ結果は出てねえよ。これからですね、これからクリスマスにかけてね。そうだな、これからこれからやった。そうなの、チャンスがすごいな、攻めとるわやっぱ。フル教国としてこれから国王としてね、そうなんか、こんな姿としてこれからいるって。今からさ、こうライブとか出るやろうみたいなさ、こういう歴史を知った上で見たら、いや深まるかもしれんね。あ、そうだね。あ、そうか、全然もう
受け入れやすいと思うんだよな、普通のみんなと同じだからさ。だって出囃子がもう終わらない歌で俺笑うもん。わかりにくいよ。いやもう出る、出てくるって。詳しい、詳しいな、詳しいや。ちょっとこれね、踏まえた上でネタも見てほしいですね、一回。ああ、そうですね。もし国王の準備がよろしかったらちょっとネタやりましょうか。ネタやる、ネタやんの国王が。歴史を踏まえた上で、いや、あの、重い腰を上げますよ。ああ、ありがとうございます。なんかちょっと嬉しいわ、ここでネタ見れるんやと思ったら。じゃ行きましょうか。ちょっと行きましょうかね。はい、じゃあ僕は、うわガチネタ。うわ、もうすごいな。いきます。じゃあ、まずすぐできる。あ、もう大丈夫だ、全然大丈夫。うわこんな嬉しいね。じゃあ行きます。それではワッフル共和国です、どうぞ。共和国です、よろしくお願いしますね。僕が平田博也と言いまして、そして彼が俺です、ね。これも携帯2台持ちしてます。お願いします、ね。いや、こんなとこでする話じゃないけどね、俺最近ね、ずっと付き合った女の子に振られたんよ。あ、失恋ですか。あ、来いって説明や。いや、お前何がわかんのよ。お前大地なんで振られたんだよ。いや、それがさ、顔が好みじゃないって言われて。いや、お前笑える立場ちゃうぞ。お前家帰ったら鏡見ろ、模範解答落ちとるだろ。まあ、とりあえずそういう時は外出てみろ。外、お前外には素敵な出会いが待ってんだよ。え、まあ、俺だってつい最近電車内で女性に席譲られたし。いや、それもおじいちゃんと間違われとんねやろ。ああ、じゃあもしそういう時はもう大好きな食べ物をたくさん食べて忘れちゃうのが一番いいんだよ。いや、それって言うけどさ。そうだな、俺の場合唐揚げでしょ、ハンバーガーでしょ、ポテトチップス。ジャンクフードばっかりやないか。お前らこんな食生活送っとるから励んねん。お前、言い返すだけの力残ってんじゃん。いや、何じゃこりゃ。だいたいお前、今まで女の子に告白されたことなんかないやろ。ギョギョギョ、いや、図星のリアクションがひょうきんって、もうええわ。どうも、ありがとうございました。うわー、僕はありがとうございます。でも本当に、もう嘘ネタよ、ね、多少だけ嘘ネタ、ね、嘘ネタ終わらんでほしいと思ってずっと嘘ネタ、無理、無理。世間がそう思ってるんだろうなと思った感じでネタを作ったから。すごい、もう一枚置いとるね。本当だってカリスマだったし、面白いし泣けるし最高だ。最高だ。劇団式です。起承転結であり、すごい1分間の劇団式。すごい、エンターティナーですわ。ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。俺のことが分かってくれると思うけど、だいぶ親近感、だいぶ分かった。本当、僕も改めていろいろ分かったことがありますんで、はい、これからもよろしくお願いします。お願いします。お願いします。すごい、すごい、すごい、すごい終わり、すごい、史上最長これ。え、1時間50分2時間近くやってる。2時間近く。俺まだ言いたいことあったけど、マジプラでももうどんどんありますから。ちなみに今5人見てます。いや、アメリ見た方がいいですよ、こんな1時間アメリ2時間使うぐらいから。アメリみんなキュンキュンしてくれるから。最後告知でしょうか。告知、じゃあなんか告知あります。あ、告知、はい、どうぞ。今月の11日の日曜日と、あれ、バチンホップという無限大ホールでやるライブが11日の午後3時から、あ、じゃないな、ちょっと待ってください、さっき、今やっぱね、国王の漫才見て、動揺してる、動揺してますよ、本当に、ごめんなさいね、じゃあ、僕らの、乱れたことない、ここで、僕らのサンシャイン、バチンホップ、17日の、12時開演の分と、24日の15時開演の分、サンシャインホップ出ますんで、よろしくお願いします。はい、僕が、11日の12時開演と17の3時開演で、同じホップライブよろしくお願いします。無限大ホールでね、無限大ホールでチケット1000円でやってますよ。チケットあまりません。うちの国宝の方がですね、19日の19時開演ですね、バチンチャレンジに出ますので国宝え、国宝せっきりライブ芸人で。じゃあ今世間との肌が合ってないから合わせてる状態なの。だから今合ってない。今折り合いをつけようるな。そう一生懸命シアターに折り合い、平民に合わせてってるところだから、まだお前らと同じところできないけど、これからするんですね。肌あったらもうやばい、バチンバチンいくわけじゃない。そうそう、バチン
マチいんですよ。マチいんですよ。マチいん決まらんけど。いやそんな感じ。残業感がすごい。じゃあそんなもんです。告知はそんなもんです、ね。勇気がすごいわ。勇気もらいました。いや今日本当に、いや本当にありがたい貴重なお話をね。だからそんな勇気とかもらうほどのものじゃないから。変わった。見方って。いや変わったよ。ロック、うん。これもみんなお笑いやめないですよ。これ聞いたら。いやもうやめねえ。本当にね。棺の中でも漫才するわ。みんな俺の背中を追いかけてこいよ。いやもう最後ね、じゃあそんなカリスマ国王中山さんにね一発ギャグで締めてくださいですね。どうしようかな。よし、行ったら行きます。これ切れたらいいと。いやもう僕のタイム行きます。もういくつ寝るとのおしもんど。今日は寝る、寝ない、今日は寝る。どうもありがとうございました。インテリジェンス。